。今日は皆さん素晴らしい天気なんですけれども、いらっしゃってくださって本当にありがとうございます。全体の司会進行は、ご存知の竹内義雄さんがなさいます。で、私なんか最初にちょっとマイク握れと言われたので一言申し上げたいと思います。今日は小出さん、本当にありがとうございます。松本からわるわるこの危険な東京にいらっしゃってくださって、どうぞご無事でというふうに祈りつつですね、私どもぜひお話を伺いたいというふうに思っておりました。我が国際平和研究所は初代、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、初代所長がですね、豊田俊之という、先生でした。豊田俊之先生は鹿児島市会議でも随分活躍された方 で、そしてですね、実は非常に厳格な方でいらっしゃったんですね。ピューリタンと申しますか。特に、原発の問題については絶対反対であるということで、で、鹿児島市会議というのは国際的な組織なので少しそこのところが緩いんですけれども、その鹿児島会議への批判を非常に強く持たれていました。きちっとしろということですね。核兵器もう絶対のね、そして原子力、いわゆる核による発電もダメであるということを強く言われていました。今しゃべり出すつもりなかったんで持ってきてないんですけど、プラインというですね、私どもの機関誌がありまして、その2009年号にですね、文章を寄せられています。非常に強く原子力を推進する、科学者たち、かっこつきの科学者たち、かっこつきの学者たちを批判しておられます。不誠実であるということですね。で、いくつも理由を挙げておられます。おそらく今日小出さんが皆さんにお話してくださる、どうして原発はダメなのかということですね。で、どういうふうに私どもをなくしていかなくてはいけないのか、その議論につながることを一生懸命おっしゃってましたが、やはり世間、私どもですね、がそれをまともに受け止めるようになったのは、10年前の事故ですね。チェルノブイリもありましたけれども、スリーマインもありましたけれども、ここでですね、私どもが真剣に受け止めないと、まあ何と言いますか、人間としての責任を果たすことにならないのではないかなというぐらいに、受け止めていらっしゃるのが、いらっしゃる方が多いと思います。じゃあどうしていけばいいのか、今日はぜひ小出さんにですね、示唆をいただきたいというふうに思っております。竹内さん、勝手に始めてしまいました。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。はじめましての方がとても多いんですが、竹内と言います。よろしくお願いします。なんとなく始まっちゃったんですが、1時半からということで、一応僕の方からいろんな最初に説明なりなんなりしたい、高橋先生も、おっしゃっていただきましたが、小池さん本当にどうも今日はありがとうございます。東京は売品扱いみたいにされているところですので、本当に決意を持ってこなくてはいけない。でも広島から来ている人もどこでしたっけ、どっかにいらっしゃるんですよいらっしゃるんですが、2018年に実は小出さんに来ていただいて、この講座の、何回目かにやりました。その時は北区の方で210何人かな、集まって、やりましたが、今回はこれなんか300人入る教室だそうです。でも明治学院大学の方で、いろんな規制があって、全体としては80人ということで、ほぼその人数です。とても311から10年経って、この人数
分がどういうふうに考えるかいろいろあるかと思いますけども、もう本当に貴重な時間なのでできるだけ小手さんに、長く話していただきたいと思いますので僕の話はまた残ったところでもしありましたらというふうにしたいと思います。じゃあわざわざ本当に松本から今日見ていただいて終わった後も、もうすぐ帰らなくちゃいけないというような状態ですけども本当にどうも小手さん今日はありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。皆さん今日はありがとうございます、今竹内さんもおっしゃったけど、ウイルスの蔓延という中でよく覚えてくださいました、私自身は今長野県の松本市という地域の町の、町外れで仙人生活をしています。一日中神さん以外には誰にも会わないというほとんどそういう毎日を送っています。模範的な自粛生活だと自分では思っていますが、ウイルスの感染拡大を防ぐ以上に原子力を止めるということはもっと重要だと思っていますので、そのための行動は自粛しないと、決めていまして、今日も東京リアですけれども今から90分ぐらい話すのにマスクしたままだと私たちも耐えられないので、皆さんとちょっと距離を取りながら、マスクは外させていただきたいと思います。申し訳ありませんがよろしく。では始めます。竹内さんからいただいたタイトルが原発の終わらせ方というあまりにも難しいタイトルで、実は途方に暮れたのですけれども、福島の事故から10年経って今はどんな状況にあるのかということを聞いていただきながら私の思っていることを最後にお伝えしたいと思います。早速始めます。まず白いキャンパスです。この白いキャンパスの左の下に私は小さな四角を描きます。後ろの席の方は多分見えないぐらいだと思いますがこれです。これは広島の原爆が炸裂したときに核分裂した油の重量800g なんですけれどもその 800g という重さをこの近くで表したつもりです。今日は広島連続講座ですけれどももう76年前になるでしょうか。8月の6日の昼前に一発の原爆が広島の上空で炸裂しました。自然に炸裂したわけではなくて米国という国が落としたわけですけれども、800g のウランが核分裂しました。一瞬にして広島の街が壊滅してしまうという猛烈な威力を持った爆弾でした。それを私は知って原子力というのは凄まじいものだと、こんなものを人殺しに使うことは到底許せないけれどもこれだけの力があるものであればそれを人類平和のために使えるのではないかと夢をかけてしまいました。化石燃料はいずれなくなってしまうだろうがやはり将来は原子力にすがるしかないと思ってしまったわけです。そして高校を出るときに原子力の道に進もうと、決意をしまして工学部原子学工学科というところにわざわざ進学しました。では私が夢を託した原子力発電というものそれをやろうとすると一体どれだけのウランを核分裂させなければいけないかというとこれだけです。今日では100万キロワットという原子力発電所が標準になりましたけれどもその標準的な原子力発電所を1年間運転させようと思うと1トンのウランを核分裂させなければいけません。広島を壊滅させた原爆の優に1000発分以上のウランを核分裂させなければ原子力発電という機械は動かないというそういうことだったのです。このことは猛烈に燃料が必要になるということをまず示しています。一つの原子力発電所は1年ごとに広島原爆の1000発分以上のウランを燃やさなければ発電できないということなんです。
今日はこのことは詳しく聞いていただけませんけれども、地球上にあるウランはそんなに多くありません。そのため一つ一つの原子力発電所が1年ごとにこんなにウランを必要とするならば、ウランは簡単に枯渇してしまうということはもう専門家の間では常識です。つまり私自身は化石燃料が枯渇したら原子力だと思ったわけですけれども、全くそんなことはできないのです。むしろウランが先に枯渇してしまう。そうなればやっぱり化石燃料にすがるしかないということが本当です。そしてこの図はもう一つ重要なことを示しています。800グラムのウランを核分裂させたということは、800グラムの核分裂生成物、いわゆる死の灰を生み出したということです。1トンのウランを核分裂させてしまえば、1トンの核分裂生成物、死の灰を生み出してしまうということになるわけです。で、膨大な放射性物質というものを原子力発電所というのは作り出しています。1年ごとに広島原発の優に1000倍を超えるような放射性物質を生み出して、それを原子炉の中にどん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 溜め込んでいくという、そういう機械なわけです。そして事故というものは人間の願いとかとは無関係に起こります。どんな機械も時に故障するし、事故も起こします。今日ここに車で来られた方もいるかもしれませんけれども、車だって故障するし、時に事故が起こすわけです。誰も願わないけれども、やはり時というものは事故というものです。そして人間は神ではありません。必ず間違いを犯します。そうなれば原子力発電所だって事故から無縁だということは言えないはずですと私は思います。人間が大きな事故が起きないことを願ったとしても、事故というのはそんな願いとは関係なく起きる。だから事故と呼ばれるものなわけです。では原子力発電所、膨大な放射性物質を溜め込んできた原子力発電所が万一であっても破局的な大きな事故を起こしたとしたら大変なことになる。そんな事故を起こさないための方策はどんなものがあるかというと、私が考えたものは単純です。原子力は使わない。すでに建ててしまった原子力発電所は即刻全てを廃止する。それが私の選択でした。では原子力を進めてきた人たち、原子力の推進派、私と、まあ、ごく少数の私の仲間を除いた原子力専門家のほぼ全員です。彼らはどう考えたかというと、慎重に運転すれば大丈夫だろうと、なんとかなるんじゃないかと彼らはと思ったわけです。でも彼らもやはり怖かった。万一であっても事故が起きたら大変だと。だから原子力発電所は都会に建てないと、非常に、まあ、単純な選択を彼らもしたわけです。今ここに日本地図を見ていただいています。日本というこの国でどこに原子力発電所を建ててきたのかという歴史を今からこの地図上に書いていきます。一番初めは東海村です。2番目と3番目が若狭湾の鶴ヶ御浜、4番目が福島第一です。中国地方の島根、若狭湾の高浜、九州の玄海、静岡の浜岡、四国の伊方、若狭湾の大井、福島第二原子力発電所、東北の女川、九州の仙台、新潟県の柏崎刈羽、北海道の泊、能登半島の鹿、下北半島の東通り、こうやって建てていきました。全国17カ所に原子力発電所を次々と建てるということを日本というこの国はやってきたわけです。2011年3月11日に今日聞いていただく福島の事故が起きたわけですけれども、その時、その時点で日本というこの国ではさらに2カ所に原子力発電所を新たに建てようという計画を持っていました。一つは下北半島の最北端の大間、一つは瀬戸内海の外れの神戸関、結局全部で19カ所になるわけですけれども、こういう原子力発電所の立地箇所というのは
東京、大阪、名古屋というような大都会、つまり電気を大量に使うという場所から必ず離して建てたわけです。東京には東海も福島もそうですけど、なんか長い送電線を敷いて電気を送るということをこれまでやっていました。そして福島の事故が起きたとき、実は東京電力という会社はもう一箇所原子力発電所を建てようとしていました。それは青森県の東通りです。ここにはすでに東北電力が原子力発電所を1基建てて運転していましたけれども、東京電力がここに原子力発電所を建てる、そして長い送電線で東京に電気を送るというようなことをやろうとしてきたわけです。電気を使うのは大都会です。でも大都会の人たちは原子力発電所のリスクは受けたくない。万一でも事故が起きたらそんなもん大変だから嫌だということで、危険だけは過疎地に押し付けた。どんな危険な行為でもやる価値のある行為はあると思います。命を懸けてもやるという仕事はあると思います。例えば戦場ジャーナリストというような人がいるわけですけれども、そういう人たちは命の危険を覚悟の上で戦場に行くんです。そして戦争の現場の情報を人々に伝えよう。大変危険な行為だと思いますし、でそれを承知で引き受けるという人たちがいるし、それは私はあり得ると思います。しかし自分は電気は欲しいけれども危険だけは受けられないから過疎地に押し付けるというような行為は論外です。こんな不公平で不公正なことは初めから認めてはいけません。電気が足りるとか足りないとか、あるいはエネルギーが欲しいとか欲しくないとか、そんなこととは全く関係なく、こんなことはやってはいけなかったんです。なんで日本人はそれに気がつかないのか、私はずっと思ってきましたけれども、残念ながら気がつかないままずっとやってきてしまって、福島の事故に突入してしまいました。これが事故が起きた時の現場の写真です。10年前、皆さんも何度もこういう映像を見られたと思います。手前にまっすぐ並んでいる建物はタービン建屋という建屋で、この中にタービン発電機が並んでいます。そのタービンに蒸気を送る原子炉の本体はその後ろ側に並んでいるのが原子炉建屋と私たちが呼んでいる建屋です。右の端から1号機、2号機、3号機、4号機と4つの原子炉建屋がここに映っているんですが、この4つが地震と津波に襲われてなすすれなく壊れてしまうというそういう原子炉建屋です。そのうち当日運転していたのは1号機、2号機、3号機、3つです。原子炉の中にあったあの炉心とは私たちが呼んでいる部分にウランの燃料がたくさん入っていたわけですけれども、それがなすすべないまま、溶け落ちてしまうということになりました。その燃料が溶け落ちていく過程で水素という爆発性のガスが発生するという物理化学的な理由があります。そのため大量の水素が1号機、2号機、3号機で発生しました。水素というのは軽い気体ですので、建屋の最上階に集まって爆発をして、建屋が骨組みだけになっているというのが分かっていただけると思います。2号機は何か建屋の形が残っているように見えますけれども、実はこの2号機こそが内部では最大の破壊を受けていて、環境に放射能を撒き散らした主犯人は2号機だと国と東京電力は言っています。なぜ2号機が爆発をしなかったかというと、ここに穴が開いているのを分かっていただけるでしょうか。ここは私たちがブローアウトパネルという特殊な壁板がはめ込んでありました。何かあれば簡単にこの壁板は外せるというそういう構造の壁板がここにあった。
けど、そして1号機が爆発したときにその衝撃で壁板が外れてくれました、下に落ちたんですけれども、そのためここに穴が開きました。原子炉建屋の最上階に大きな穴が開いたがために、今ここは水蒸気がもうもうと吹き出しているのが写真に写っていますが、この穴から水素が外に出てくる、そのため爆発は免れたということになったのです。一番左の4号機は実は当日運転していませんでした。定期検査というものに入っていて、原子炉の中にあった燃料は全て取り出されていて原子炉の中にはありませんでした。そのため炉心が溶け落ちるということはなかったのですけれども、4号機でも巨大な爆発が起きて、ボロボロになってしまっています。その種明かしをしようと思うと結構大変ですので、今日はやめておきたいと思います。では燃料はどこにあったのかというと、このボロボロになってしまった原子炉建屋のこの写真でいうと一番左の端っこなんですけれども、もう崩れ落ちそうなところに使用済みのプールという燃料プールというのがありまして、そのプールに沈めてあったことです。で巨大なプールで水がまんまと張ってあったわけですけれども、その底に使用済みの燃料がある、発熱をしていますので水がどん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 干上がっていくという状態になりました。もし水がなくなって燃料が空気中に顔を出すようなことになると、それもまた溶けてしまって東京すらがもう人が住めなくなると言って、原子力委員会の委員長だった近藤俊介さんという東大の教授が報告を出しまして、それは大変だ、なんとかしなければいけないと言って、自衛隊のヘリコプターが飛んで行って上空から水を落としてプールに入れようとしたことがありました。あるいは東京消防庁の署員が行って、放水銃で狙ってプールに水を入れようとしました。でも自衛隊の隊員も東京消防庁の署員も人間です。近づけば死んでしまう、だから近づけない。ヘリコプターは上空高いところから水を落としたけども、落とした途端に水がばらけてしまって入りませんでした。放水銃で狙ってもなかなか水が入らない、もうこれは終わりだなと思った頃に、ようやくにしてこの建屋の左側に私たちがキリンと呼んでいる高所コンクリートポンプ車を連れてくることに成功しました。そしてそのコンクリートポンプ車でコンクリートの代わりに水をプールの中に入れるという作業をようやくにして成し遂げて、4号機の使用済み燃料プールの水が干上がることを防いで、東京が壊滅することを防いだということになりました。しかし1号機2号機3号機は未だになすすべない、すべがないまま事故が進行している、そういう状態になってしまっています。それは敷地の中でも敷地の外でもそうです。まず敷地の中どうなっているかというと、溶け落ちた炉心が今どこにどんな状態であるか、それすらが分かりません。もし事故を起こしたものが火力発電所であれば簡単です。何日間か火事が起きるかもしれませんが、火事が収まったら現場に人間が行けます。どこが壊れたかを調べることができます。修理だって簡単にできる、容易です。しかし事故を起こしたものが原子力発電所の場合には現場に行かれないんです。よろしいでしょうか。10年経ってる、10年経った今も人間が現場に行かれないという、そういう過酷な事故現場なわけです。東京電力は仕方がないのでロボットを行かせようと、もう何度も何度も繰り返してそれを試してきます。しかし皆さん意外に思われるかもしれませんが、ロボットというのは被爆に弱いんです。なぜかというと、ロボットは、コンピューターで動いているんです。コンピューターの命令というのは、コンピューターの言語でコンピューターに伝えるわけですけれども、もちろん日本語ではありません。英語でもありません。コンピューターの言語というのは私たち二進法と呼んでいますけれど、1か0かしかない言葉は。初めの言葉が1だった。じゃあ次は1なのか0なのか。次は1なのか0なのかということを読み取りながら全ての命令を実行するわけです。でその命令は IC のチップに書いてあるわけですけれども、
その IC のチップに放射線が飛び込んでくると、もともと1だったところが0になってしまうかもしれない、0だったところが1になってしまうかもしれない、あるいはその場所がなくなってしまうかもしれないということになると、全部の命令が変わってしまう。その東京電力が現場に送り込もうとしたロボットは全て打ち死にして戻ってこれないということになっています。後でもう一度聞いていただきますが、私はでもできることはあると発言しています。何かというと、胃カメラです。このくらいの長さでしょうか。皆さん胃カメラを持られたことあるかもしれない。最近は鼻から入れる胃カメラもあるみたいですけれども、このくらいのものをズズズズズズと体の中に入れていって、胃の中がどんなになっているかを見ることができるというカメラがあるんですね。で、そういうカメラ、長いものを作って人力で現場に差し込むことができるならば、現場の状況を見ることができると私は言っていました。そして、まあ、東京電力は実はそれをやったことがあります。後でそのことは聞いていただきます。でもいずれにしても、未だに溶け落ちた炉心がどこにどんな状態であるのかということがわからない、正確にわからないという状態が続いています。でも溶け落ちた炉心どっかにあるんです。消えてしまうわけがない。どっかにある。それがもう一度溶けてしまったら、また大量の放射性物質が吹き出してきてしまうから、とにかく冷やし続けるしかない。ということで、もともと炉心があった場所に、ひたすら水をジャージャーかけるということを、10年間ずっと続けている。でもそんなことをすれば、注入した水が放射能で汚れてしまう。当たり前のことなのであって、福島の敷地にはもうすでに120万トンを超える放射能汚染水が溜まってしまうという、そういう状態になってしまう。でもなんとか放射能を閉じ込めなければいけないということで、今も多分4000人近い労働者が現場の放射能にかかっている。10年ですよ。今日1日じゃない、明日でもないんです。もう10年間ずっと放射能と労働者が戦っているという、そういう状態が続いているんです。そして後で聞いていただきますけれども、この戦いは今後100年も続く、そういう事故が今続いています。敷地の外も大変です。これは後で数値を見ていただきますけれども、膨大な放射能が放出されて、東北地方、関東地方の広大な大地が放射能で汚染されてしまいました。猛烈に汚染された場所からは、人々は強制的に避難させられました。しなければいけません。そんなところに到底いることはできないので、避難しなければいけないし、させなければいけないのです。でも避難ということはどういうことなのか皆さん実感できるでしょうか。あの時政府が指示を出して、原子力発電所で今大きな事故が進行し始めた、とにかく逃げなさいと、バスを差し向けるから手荷物を持ってそのバスに乗りなさいと言ったそうです。人々は手荷物を持ってバスに乗りました。皆さん犬や猫飼っていないでしょうか。犬や猫はバスには乗せられない。福島には酪農家、畜産家たくさんいます。牛を飼っている、馬を飼っている、そういう人たちがいます。酪農家や畜産家にとって牛や馬は家族です。一頭一頭名前がついてたりするわけです。でもそういう牛も馬ももちろん連れて行かれない、自分だけで逃げろと言われてバスに乗りました。そしたら帰ってこれなくなってしまう。皆さんは多分今日この集会が終わったらご自宅に帰る、夜は何を食べようか、どんな酒を飲もうかとか、それぞれ皆さん思っていると思います。そして明日はこんな仕事があると
明後日はこんな仕事がある、来年はこんなこともやってみたいとか、多分皆さんそれぞれに考えながら生きてると思います。今この何気ない日常というのがそのまま明日も明後日も続くんだと思ってやる、多分それが幸せということだと私は思っているんですけれども、福島の人たちもそうやって生きてきた、それがある日突然断ち切られた。犬や猫も牛や馬も全部捨てて自分だけで逃げた、逃げた先は体育館のような場所です、避難所、床にブルーシートを敷いたりして寝てたんです。しばらくして仮設住宅ができたらそっちに移れ、しばらくしたら災害復興住宅に移れ、みなし仮設住宅に移れ、行って次々とあちこちと移らせられました。福島ではかなりの多くの人が大家族で生活していました。じいちゃん、ばあちゃん、父ちゃん、母ちゃん、子供たち、孫たちというように広い敷地の中で大きな家でみんなが寄り集まって生活していたわけですけれども、避難の途中でそれがどん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 バラバラにされている、地域のつながりももちろん断たれている、なりがいももちろんもう成り立たなくなるという形で生活を根こそぎ破壊されて流浪化してしまうということになる。15万人を超える人たちです。1人でもない、2人でもない、10人でも100人でもない、なんと15万人を超えるような人たちが何気ない日常の生活というものを奪われて流浪化してしまいました。今でも4万人近い人たちがそういう状態を解消できないまま苦難のどんどこにいます。ではその他の人はどうだったのかというと、これは後でもう一度聞いていただきますが、本当であれば放射線管理区域という区域に指定して人々の立ち入りを禁じなければいけないという汚染地が広大に広がってしまっていた。そこでじゃあ日本の国は何をしたかというと、もうこれはどうしようもない、今は緊急事態、そのため原子力緊急事態宣言なるものを発令して法令はもう守らない、普通の人でも放射線管理区域の中で住めということにしてしまって、何百万人もの人たちが本当であれば放射線管理区域に指定しなければいけない場所に捨てられてしまうということになりました。10年経った今もそれが続いているという状態です。一度は逃げた人たちもいます。子供が心配だ、とにかく逃げようと言って男親は汚染地に残って、女親と子供だけが逃げるという、そういう人たちもたくさんいました。男親も仕事を捨てて逃げるという人たちもいました。今日この会場にもひょっとしたらそういう方がいらっしゃるかもしれません。生活の崩壊を覚悟の上で逃げたという人たちもいたんです。でもそういう人たちもどん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 苦難の中で疲れ果てていって、国は今もうみんな戻れと、これからは何の支援もしないということになって、また帰還せざるを得ないというそういう状況に追い込まれてしまう。ではこれから何が問題かということですけれども、ここにセシウム137という言葉が書いてあります。私先ほどウランが核分裂すると核分裂性生物という種の肺ができると皆さんに聞いていただきました。核分裂性生物というのはおよそ200種類にわたる放射性物質の集合体です。そのうちの一つがセシウム137という放射性物質、そのアストロチウム90という放射性物質もある、要素131というのもある、ゼノン133というのもある、トリチウムというものもあります。いろんな、放射性物質が出るのですけれども、そのうちで一番人間に対して危害を加えると私が思っているのがこのセシウム137という放射性物質です。そのためこのセシウム137という放射性物質を尺度にして福島の事故がどれほどのものだったかということを今日私は皆さんにお伝えしたいと思っているのです。でここに、まず1枚の表があるん
ですけれども、一番下に広島原爆とかね、これは先ほども研究とか来ましたけれども、広島原爆が炸裂した時に、大気中にばらまかれたセシウム137の量がここに書いてある。0.089、単位がペタベクレルという単位です。皆さんこの単位全然ピンとこないと思いますが、ペタ、P と書いてあるのは、10の15乗という単位を表しています。1千兆という、まあ、普段は使わないぐらいの単位です。1千兆倍の 0.089 ですから、89兆ベクレルになるでしょうか。それだけ、広島の原爆では気の小雲に乗せて大気中にばらまいと考えられています。では福島の事故で1号機2号機3号機の3つの原子炉が溶けてしまったわけですけれども、その3つの原子炉の中に、セシウム137がどれだけ入っていたかというと700ペタベクレルです。でこれも皆さん全然ピンとこないと思いますので、私は広島原爆がばらまいたものを1としたときに、どれだけ相当するかというのをこの欄に入ります。つまり福島の事故で溶け落ちた余震の中には広島原爆の7900発分のセシウム137が入っているということになります。そのうち大気中に放出されたのが、まあ、100とか400、海へこれまでに流されたのが40から400。対流水というのは、まあ、今問題になっている汚染水ですけど、そこに入っていたのが、まあ、千何百とかあった。でも、もともとあったものから言えば、これは、まあ、かなり少ないものであって、ほとんどのものはまだ溶け落ちた炉心の中にあるはずなんです。先ほども聞いていただいたようにどこにあるかわからないけれども、そこにあるはずだと。これを何とかしなければいけないという課題が最大の課題です。一体どうするのかということですけれども、これは原子炉建屋という、先ほど壊れてしまった写真を見ていただきましたが、その壊れる前の原子炉建屋の、断面図です。縦に割った断面図です。この部分に、眉を縦にしたような、薬 の、 あのカプセルを縦にしたようなものがありますが、これは原子炉圧力容器と私たちが呼んでいる鋼鉄製の圧力釜です。で皆さんも家庭で圧力釜をお使いかもしれませんが、まあ、類似した同じようなものです。ただしこの圧力釜は福島の場合には厚さが16センチ猛烈に分厚い圧力、その中に、炉心と呼ばれている部分があって、ここにウランの燃料が入っていて、それが溶け落ちてしまったそうです。で圧力容器の周りに理科の実験で使うフラスコのような容器が書いてあります。これは原子炉格納容器と私たちが呼んでいる容器です。この容器は何のために作られたのかというと、原子炉圧力容器の中に、まあ、燃料があるわけです。そこで何かトラブルが起きて、放射能が出てきたとしても、この原子炉格納容器の中に全部を閉じ込める、そういう目的を持って作られたのが原子炉格納容器です。だから空気も漏らさない、水も漏らさない、もちろん放射能も漏らさないという、そのための容器がこの格納容器になります。でも実際には大量の放射性物質が引き出してきたということになっているわけですけれども、ですからこの格納容器がすでに壊れてしまっているということは確実なわけです。で先ほど聞いていただいたように、どっかにある溶け落ちた燃料を冷やさなければいけないといって、水をジャー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 この場所にかけているんですけれども、格納容器の中には全く水がたまらないんです。つまりもう穴が開いてしまう、放射能を漏らさないどころか水がどうどうと漏れてしまうというぐらいに、この格納容器は壊れてしまう。そして、後で重要なので聞いていただきたいんですけど、ここに、2本足が出ているのを分かっていただけるでしょうか。これは私たちペデスタルと呼んでいますが、台座という意味です。原子炉圧力容器を
載せている鋼鉄あコンクリート製の台座です。原子炉圧力容器は円筒形です。ペデスタルも円筒形です。原子炉圧力容器は鋼鉄製ですけれども、ペデスタルはコンクリート製です。でそのコンクリート製のペデスタルの上に圧力容器が乗っかっているという、そういう構造だったそうです。頭にこのことは入れておいてください。そしてもう一つ、後で聞いていただきますけれども、この位置に使用済み燃料プールというものがあります。先ほど4号機でもともと原子炉の中にあった燃料は全て使用済み燃料プールの中にあったと聞いていただいた、それがこれです。4号機の場合には大量にここに使用済みの燃料があった状態で、まあ、事故に突入した。これが溶けたらもうそのまま外へ放射能が出てしまうので大変なことになる。最初にいただいたのはこのプールです。では話を先に進みます。ここにあった燃料溶けてしまったわけですけれども、今どこにあるかということです。国と東京電力はロードマップ工程表というものを書いて、これから溶け落ちた炉心を取り出すというプランを示しました。どんなプランかというとこうです。左から海に向かって作業を進めていくと国と東京電力が言っています。この一番左のものが、まあ、多分現在こんな形になっているだろうという国と東京電力の想像です。圧力容器があって中にウランの燃料があったわけですけど、それが溶けてしまって一部は圧力容器の底に落ちた、まあ、一部というか、まあ、ほとんど落ちたんです。でウランの燃料って皆さんどんなものかと思われるでしょうか。瀬戸物です。皆さんが家庭でお使いの茶碗とか瀬戸物のお皿とか、ああいうものです。ウランを焼き固めて瀬戸物に固めたというものが炉心に入っていた。皆さんは瀬戸物を溶かせるでしょうか。ガスコンロに乗っけてガンガン炊いても瀬戸物は溶けないと思います。私は今松本市で薪ストーブで暖房を取っていますが、もちろん薪ストーブの中に瀬戸物を放り込んでも溶けません。瀬戸物を溶かすということは多分皆さんできないと思います。ウランの瀬戸物は2800度にならないと溶けません。でも溶けちゃう、溶けて落ちて圧力容器の底に落ちた。でも圧力容器というのは鋼鉄製です。鋼鉄というのは1400度から1500度になると溶けてしまう。ここにあった燃料約100トンある。ウランの燃料、それが2800度を超えて溶け落ちて1500度にもなれば溶けてしまうという圧力容器の底に落ちた。当然これは穴が開いてしまう。そこが抜けてさらに下に落ちた。じゃあその下どうなってるかというと、まあ、ここに書いてあるわけですけれど、国と東京電力はペデスタルの足の中にある、内部にある。よろしいでしょうか。大切なことなんでこれどうしても分かっていただきたいんですけど、ペデスタル、圧力容器を載せているペデスタルと呼ばれているコンクリート製の円筒形のコンクリート製の内部にある。国と東京電力は考えてこの工程を作った。もし国と東京電力の考えているように圧力容器の内部に一部があって、残りは格納容器の床の上、それもペデスタルの内部にあるというのであれば、いつの時点かで圧力容器の蓋を開け、格納容器の蓋を開け、上から覗くと見えるというのが彼らの考え方なんです。ただし上から見ようとしたら膨大な放射線が飛び出してきていますので、人間作業できないわけです。どうしようと言って次のこの図に格納容器の中にとにかく水を満水にさせるほどに水を張ろう。そうすれば水が放射線を遮蔽してくれる。
彼らは考えたわけです。でも先ほどから聞いていただいているように、これ格納容器もボロボロに壊れてしまっていて、どん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 水を入れてるんですけど、もう水たまらない。つまりこういう状態にしようと思うなら、格納容器のどこが穴が開いているということをまずは見つけ出さなければいけない。見つけ出した上で修理しなければいけない。それができるとすると少し水がたまると思いますけれども、また多分別のところが穴が開いて、また水が漏れてくる。どこが穴が開いているかをまた探して、そこをまた修理してということをやらなければいけない。10年経った今も格納容器のどこが壊れているかわからない。でも国と東京電力はそれをやってこういう状態にするというロードマップを書いた。でももしこんな、私はそんなことできっこないと言ってるわけですけれども、仮にこんなことができたとすると、これが一大脅威です。なぜかというと、格納容器というのは放射能を漏らさないために設計された容器です。まあ、空気を漏らさない。だから日常的にはこの格納容器の中は空気か窒素というガスが溜めてあるわけで、水なんかを満水にするなんてことは初めから全く考えてないわけです。そんなところに水を満水にするなんていうことを入れたらば、それのそのことで格納容器が壊れる、私は心配していました。でもそれもなんとかできたとしましょう。そうするとここに来る。ここまで来て何をやるかというと、圧力容器の蓋を開けて、格納容器の蓋を開けて、水がもう満水になっているんですけれど、上から下を覗いて、ここに特殊な装置を設置して、ずっとまあ工具を下に下ろしていって、溶け落ちた燃料を掴み出す。これが国と東京電力が書いた工程表なんです。でもこの場所から格納容器の床まで30メートルある、そんな深いところのこの溶け落ちたものを掴み出すなんていう装置はありません。この世界はこれからだから作ると言ってるわけですけれども、でそれもまあ放射能で汚染した現場でやらないと、もう大変なまあ作業になると思います。でも彼らはこれをやる。そして掴み出してきたものは燃料デブリ収納管という、まあ、特殊な容器、これも今ありません。それに入れて搬出する、福島県外に持ち出します。彼らは福島県に約束した。それまで30年から40年で排出までができる、それを事故の収束と呼ぶんだ。国と東京電力はこういうロードマップを作っていったのです。でも仮に除去した燃料をつかみ出して容器に入れてどこかに持ち出せたとしても、放射能自身は消えてないんです。一体その方はどうするのかというと、これから10万年から100万年どこかで重りをしなければいけないという、そういう特別なんです。一体事故の収束って何のことを言うのかという、その定義すらがまだ決まらない、そんな状態が現在です。でも先ほど胃カメラの話をしましたけれども、東京電力が2017年の2月に胃カメラを差し込んだことがあったんです。ここに圧力容器があって、原子炉格納容器、理科のフラスコのような容器がここに書いてある。その時東京電力が何をやったかというと、格納容器の外側から胃カメラをずーっと中まで差し込んでいた。圧力容器の真下まで差し込むことに成功しました。この場所には定期検査の時に作業員が中に入っていって、まあ、様々な作業をしなければいけないのですけど、そのための足場が、鋼鉄製の足場があったのですが、そこまで胃カメラを差し込むことに成功しました。でそしたらその鋼鉄製の足場に大きな穴が開いてしまっていて、足場がもうなくなってしまっているということが分かりました。上の方から何か落ちてきて、その足場にネタブラ凍りついているようなものがあるということは分かったのです。
でもその下が一体どんなになってるかというのは分かりません。この図ではなんか溶け落ちた炉心が一部は圧力容器の中、そして溶け落ちてきて一部は格納容器の床の上、ペデスタルのコンクリート製の足がここに書いてありますが、その中にまんじゅうのように溜まっているというそういう絵になっています。でもこれ間違いない。なぜそんなことが言えるかというと、カメラを差し込んでいったときに格納容器の中までずっと差し込んだのが、その場所では1時間あたり50シーベルトという放射線が飛び交っていたということが分かった。東京電力が公表しました。それをさらにずっと中に入れていったら、圧力容器の真下では1時間あたり20シーベルトしか放射線がなかったんです。では一番たくさん放射線があった場所はどこかというと、格納容器の壁とペデスタルの壁の真ん中だということが分かります。つまり溶け落ちた炉心がもうこんなところにないんです。ペデスタルというのは、先ほども言った、今も聞いていただきましたが、定期検査の時に作業員が入っている、入るために通路が空いているんです。ペデスタルの壁には、原子炉の事故を心配してきた専門家、私も含めた専門家は、原子炉の炉心が溶け落ちてしまうようなことになれば、その溶け落ちてきた炉心はペデスタルに空いている通路を通ってペデスタルの外側に出てしまう、そして格納容器の壁を攻撃するはずだと私たちは考えていた。そのことをこの時の調査で分かった。つまり溶け落ちた燃料はこんなところにあるのではなくて、こういうところにある。だからこそ格納容器の壁とペデスタルの壁の真ん中が放射線量が強いということになるわけです。そうすると上から見たってこれ見えない、見えもしないし、掴み出すなんてことはもう全くできないということが確定してしまいます。そこで国と東電はどうしたのかというと、ロードマップを書き換えました。書き換えたロードマップで3種類の案を出しました。一番左の方は、第1案なんですけど、これは実に分かれているというか、もう格納容器の穴を修理することはもうできないだろうと、でも途中までとにかくできれば少しは放射線を遮ってくれるから、なんとか修理しながら水を溜めたい。でそれ以上ためられない分については遮蔽板というものを上から吊り下げながらなんとか作業ができないかということを考えたのが第一案です。で第二案の方は、もう格納容器を修理するなんてことはできない、もう諦めよう、でも水が全くためられないなんていうことならば、放射線がバンバン飛び出してきてしまって到底作業ができない、もう仕方がないから分厚い遮蔽板を吊り下ろしながら作業をしようというのが第二案です。でも今聞いていただいたように、こんなことをやったってこの場所にはないんです。ペデスタルの外部なんてもう溶け落ちた炉心はありません。どこにあるかといえば外側にある。そうなれば第一案も第二案も全く無意味ない。そこで今国と東京電力はこの第三案、中横アクセス工法と彼らが呼んでいる案が最有力だと言っています。何をするかというと、もう水は溜められないと諦める、上から見たって見えないし取り出すこともできない、だからそれもやめる、格納容器の土手っ腹に穴を開けてそこから特殊な工具を入れて掴み出そうという、そういうことは今国と東電の最有力プランになっている。しかしこんなことをやれば放射線遮蔽できませんし、穴を開けてしまったところから放射線物質がどんどん外に出てきてしまって作業なんかできません。結局これもできない、私は思います。水戸東電、あれこれと自分たちの都合のいいような願望に基づいて事故の収束というのを計画してきたわけですけれども、結局できません。
30年から40年で取り出すことはまず全くできないし、多分100年経ってもこんなことでは取り出せない。仮にこっち方のドテッパラに穴を開けたところも、これは取り出せたとしても今度こっちは取り出せない。全くうまく作業が進んだとして、コケオシタの芯の 50% をつかみ出しましたと言っても、 50% は残してしまうわけですから、もう全く意味のない作業だと私は思います。コケオシタの芯の回収、100年経っても私はできないと思います。仮に積み出したとしても、先ほど聞いていただいたように放射能が消えるわけではないので、これから10万年、100万年を保証し続けるという、その仕事がさらに先になっているということになります。では今何をすべきかということですけれども、私はこれしかないと思います。これは1986年の4月の26日に旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所でやはり大きな事故が起きたときに、旧ソ連政府は何をしたかという時の、写真ここに今巨大な建物のようなものが映っていますが、私たち石棺と呼んでいます。鋼鉄とコンクリート製の巨大な建物です。この建物の中に壊れてしまった原子炉建屋がある。もうとにかくもう手をつけることができないから、とにかく全体を封印するしかないと言って作ったのがこれ。1986年の暮れまでに旧ソ連では60万人とも80万人とも言われる労働者、軍人を動員してこれを作りました。たくさんの被爆を見ながらこれを作って放射能をとにかく閉じ込めるということをやったようです。しかしこれは30年経ってボロボロになってしまいました。そのためこの巨大な建物の上にさらに巨大な建物を作って、放射能を閉じ込めるということを2016年にやりました。それがこれです。チェルノブイリ原発には1号機、2号機、3号機、4号機という4つの原子炉がありました。壊れたのは4号機です。これが4号機の石棺です。隣に3号機の原子炉建屋があります。これが4号機ですけれども、この石棺がボロボロになってしまったということで、こういう今度は石棺と私たち呼んでいますけど、今度はコンクリートではありません。鋼鉄製のこういう構造物を、作って、ここにレールが敷いてあるんですけど、そのレール上をこの組み立てた、鋼鉄製の構造物をズル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 っと動かして、この初め作った石棺全体を覆ってしまうという作業を2016年の11月に成し遂げました。その第二石棺と呼んでいますけど、その第二石棺の寿命は100年だと言われています。つまりチェルノブイリ原発の場合には初め作った石棺で30年持ちこたえた、そしてこの第二石棺でこれから100年間閉じ込める、とにかく閉じ込めるということをやろうとしている。130年間はもう手がつけられない、閉じ込めるしかないという選択をした。では100年後どうするんですか。私は多分第三石棺というさらに巨大なものを作ってこれにまたかぶせるだろうと思います。そうやって放射能が少しずつ減っていくことを見ながら、いつの時点かで何とかしなければいけないということは本当ですけれども、膨大な時間がかかる、手のつけようがない、悲惨な事故が今でも続いているという、そういう状態になってしまっているわけです。でも石棺を作る前にやらなければいけないことがあります。何かというと、使用済み燃料プールの中に眠っている燃料をとにかくどこかに取り出さなければいけないそうです。1号機、2号機、3号機、4号機それぞれの使用済み燃料プールの中にはたくさんの燃料が沈めてありました。4号機の場合には、原子炉溶けることなかったわけだし、建屋の中の放射能の汚染もそれほどひどくはありませんでした。でも建屋全体はボロボロになってしまっているので、燃料を取り出す、特殊な機械があったわけですけれども、その機械すら壊れてしまって動かない。
ということで、そういう機械をとにかくまた作って設置してというようなことをやりながら、事故から2年半経った2013年の11月からプールの中に入っている使用済みの燃料を掴み出す。もうボロボロに建屋が壊れてしまっているわけですから、なんとか少しでも安全なプールに移さなければいけなかった。ですから1331体の使用済みの燃料があったんですけど、これをとにかく掴み出して、隣にある共用燃料プールという、まだ少しはマシなプールに移し終え、1年間かけて移し終えたということをやりました。3号機のにもやはり使用済み燃料の中に、使用済みの燃料514体、使ってない燃料52体あったわけですけれど、これもなんとか運び出さなければいけないということで、今から2年前に作業を始めて、今年もついこの間ようやくにしてこれだけを使い出して共用燃料プールというところに移し終えました。でも1号機2号機はまだ全く手つかずです。本当だったらもっとずっと前から作業を始めて、こういう使用済みの燃料をとにかく安全なところに移そうと計画していたんですけれど、それもできない。建屋の中が放射能でベタベタに汚れてしまっていて、作業自身ができないという状況の中で、どん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 計画が遅延してきています。2023年度には何とかやりたいと言っていますけれども、それすらどんどん計画が遅れるという状態で、いつになったら使用燃料プールから燃料を取り出せるとか、それすらが分かりません。それができ終わってからようやくに石棺を作れるという、そういうことが始まるということになるわけです。敷地の中の苦闘、労働者たちの苦闘というのはまだまだこれからもずっと続かざるを得ないということになっています。外部も大変です。また先ほど膨大な放射性物質が環境にばらまかれたと言っていただきました。一体膨大ってどのくらいなのかということを皆さんに見ていきます。私が見ていただくのは IAEA 国際原子力機関という国際的な原子力を推進する団体があるのですけれども、その団体に対して日本国政府が報告書を出しました。その中にどういう放射性物質をどれだけ環境にばらまいたかということが書かれています。その数字の中から私は今皆さんに大気中に放出したセシウム137の量というものを見ていただこうと思います。先ほど聞いていただいたようにセシウム137というのは、ウランが核分裂してできる放射性物質のうち人間に一番危害を加えると私は思っています。その量を今からこのキャンバスに書いていこうと思います。まず左の下に黄色い四角を書きます。これは広島原爆が炸裂したときにキノコ雲と一緒に大気にばらまいたセシウム137の量です。さっきもあの 表で見ていただき、表の一番下に書いてあったやつ、8.9×10⁻³ベクレルというのですけれども、それをこの黄色い四角の大きさで書きました。では福島第一原子力発電所の事故でどれだけのセシウム137が大気中にばらまかれたと日本の政府が言っているかというところです。1号機だけで広島原爆の6カ月分から7カ月分、なんといってもひどかったのは2号機だ。3号機もまた、当日運転中であえなく炉心が溶けてしまった1号機、2号機、3号機を合計すると 1.5×10⁻⁶ベクレルのセシウム137を大気中に放出したと日本政府は言っているそうです。でも 1.5×10⁻⁶ベクレルなんて言っても皆さん全然ピンと来ないと思いますので、この四角で比べてください。広島原爆が撒き散らした量に比べるとなんと168発分になる。広島原爆が撒き散らした放射能なんて猛烈に恐ろしいものなんです。それもなんと168発分を福島の事故は大気中にばらまいてしまったよと日本政府が言っている。ではばらまかれた
セシウム137はどうなるんでしょうか。簡単ですね。風に乗って流れる。風に乗って流れて汚染を広げたわけですけれども、どんな汚染を作ったかというのがこの地図です。この地図も私が作ったものではありません。日本政府が作って日本の国土のどういうところがどれだけ汚れたかということを色分けして示した地図です。ただし福島第一原子力発電所というのは福島県の太平洋岸にありました。東側は全部海です。西だけが陸というそういう場所に立っている。そして日本というこの国は北半球温帯というところにあって、上空高いところに行くと偏西風という猛烈に強い西風が吹いている。ですから福島の原発から吹き出してきた放射能も上空高いところに到達したものは偏西風に乗ってみんな太平洋に流れていった。陸地にの方に汚染を引き起こしたものだけが、まあ、地図にできるということであって、私は多分太平洋に流れたものが 86% だと思っています。全体の 16% だけが日本の国土の方に流れてきてこういう汚染を作ったということになったはずなんだと私は思っています。そして福島の発電所から北西の方向に赤き緑の色で塗ったところがあるんですが、ここが猛烈に汚染したところです。どういう量かというのはここに右の下の方に日本の政府が数字で書いてあります。赤いところは1平方メートルあたり300万ベクレルを超えている。黄色いところは100万から300万緑のところは60万から100万汚れていると日本政府が言っているところです。ここはもうとにかくベラボーに汚染してしまったのでもう逃げるしかないということで、先ほど聞いていただいたように人々が強制的に避難させられたのがこの赤と緑のところなんです。でも汚染はそれだけで済みませんでした。例えば福島県の中央部を南北に青い海が縦断しています。ここは福島県の中の海と呼ばれてきた地域です。東側には阿武隈山地という山並みがあります。西側には青森県から始まった奥羽山脈という長大な 山並みがあります。西も東も山で挟まれた平坦地で気候が温暖で住みやすいということで、福島県の大きな町はほとんどこの中通りにある。北から、伊達市、福島市、二本松市、郡山市、須賀川市、白河市というようにたくさんの人々が住んでいた山に挟まれた平坦地というところを放射能の雲が舐めるように汚染を広げていくということになりました。この青い帯は栃木県の北半分にも群馬県の北半分にもあります。私は先ほどから聞いていただいたように長野県の松本というところに住んでいるんですが、群馬県と長野県の県境にも浅間山とか高い山並みがずらっとつながっていたので、流れてきた放射能の雲がその山を乗り越えることができないまま山腹を巻いて群馬県の西部を汚染しています。埼玉県の西部、東京の奥多摩というようなところも汚染されてしまっています。ある時は北風が吹いていて放射能の雲が南へ流れたため、茨城県の北部、南部、千葉県の北部、東京の下橋というようなところも汚染されています。そしてこの群馬県の西部を汚染、くすんだ緑色で塗ってあるんですけど、それは福島県の会津地方にもありますし、宮城県の南部、北部、岩手県の南部、茨城県の北部、南部、千葉県の北部、東京の下町、奥多摩、埼玉県の西部というようなところに、まあ、くすんだ緑色があるんですけど、そのくすんだ緑色はここに数字で書いてありますけど、1平方メートルあたり3万ベクレルから6万ベクレルセシウムが降り積もったと日本政府が地図にしたようです。でも皆さんそんな数字を聞いてもピンとこないと思いますので、一つ比較の数字を聞いていただきます。私は
今から6年ほど前まで京都大学原子炉実験所という非常に特殊な職場で働いていました。おもちゃのような原子炉ですけど、原子炉があって、それを動かしていろいろな放射性物質を作り出して、その研究をするという仕事場でした。私はもうその仕事を辞めてしまって、今は全くの専任生活になっているわけですけれども、今私が例えばこの場所でかっての私がしていたような仕事、放射性物質を取り扱って仕事をしていいかといえば、もちろんダメです。ここは明治学院大学の教員とか生徒とかが来て授業をする場所であって、そんな場所で放射性物質を取り扱ってはいけないということになっています。放射性物質は危険なものだから、普通の人が立ち入れるような部屋でそれを使ってはならない、法令できちっと決められています。そこを放射線管理区域と呼びます。京都大学原子力研究所という私の職場は、皆さん京都大学、京都大学の方が京都にあったと思われるかもしれませんが、違います。おもちゃのような小さな原子炉だけど、都会に建ててはいけないということで、京都の街中には建てることができませんでした。京都大学は宇治というところに、教養部も含めて広大なキャンパスを持っていたので、宇治に建てようとしたのですけれども、そこも人が住んでいたらダメということになりました。それ以降あちこちとにかく原子炉を建てさせてくれるという用地を探してあるんですけれども、どこもダメということで、結局流れ流れて大阪府泉南郡熊取町という本当の田舎まで流れていって、そこに10万坪の敷地を騙し取ってそこに原子炉を建てました。広大な敷地の中にたくさんの建物がありますけれども、そのほとんどの建物は放射性物質なんか取り扱ってはいけないかと。ごくわずかな建物の中に放射線管理区域というものがあって、どうしても放射能を取り扱うときにはそこでやれということになっていました。私は仕事柄しょうがないので放射線管理区域に入りました。入って仕事をしました。普通の皆さんはまず立ち入ることが許されない。私のような放射能や放射線を取り扱って仕事をして給料をもらうという、そういう人間だけがそこに立ち入ることを許される。でも私はその場所に入った途端、水を飲むことを禁じられます。食べ物を食べることも禁じられます。そこで寝てはいけません。管理区域の中にはトイレもありません。つまり人間が生きるなんてことは到底できないというのは放射線管理区域。どうしてもしょうがない仕事をするときにためだけにそこに入れという場所です。とても気持ち悪い場所なので、私は仕事が終わったらさっさと出て行きたいといつも思っていました。でも管理区域の出口にはドアがあって必ず閉まっている。なぜかというと、私が管理区域の中で仕事をしたということは、私の実験員が放射能で汚れたかもしれない、私の手だって汚れたかもしれない、放射能そのまま管理区域の外に出てしまうというようなことをすれば、普通の人たちが生きているわけだから、そういう人たちを被爆させてしまう。そんなことは到底許せないから、もし管理区域から出たいのであれば、出口のところにあいつの放射線測定器で手が汚れていないか、足が汚れていないか、実験に汚れていないかを測定しなければドアが開かないというシステムです。ではどういう汚染だったらドアは開いてくれるのかというと、1平方メートルあたり4万ベクレルが基準なんです。つまり1平方メートルあたり4万ベクレルを超えているようなものは、どんなものでも管理区域の外側に持ち出してはいけないし、存在させてはいけないというのが日本の法律だった。よろしいですか。このくすんだ緑のところ、これで3万ベクレルが6万ベクレル汚れてる。日本の政府が言ってる。それも私の手が汚れてるとか実験が汚れてるというんじゃないんです。大地が汚れてると、どうにもならないほどの広大な地域が汚染してしまう。
本当であれば放射線管理区域に指定して一般の人々が立ち入ることを禁じる。私のような特殊な人間でもこういう場所に行ったら水も飲んではいけない、食べ物を食べてはいけない、排泄してもいけないというほどの汚染を受けてしまったと日本政府が地図を示した。どうしようもない広大な地域、面積でいうと約1万4000平方キロメートルの大地が汚染管理区域の基準を超える汚染を受けてしまいました。日本政府は何をしたか。今は緊急事態だ、原子力緊急事態宣言を発令して被爆に関する法令を一切保護にしました。赤き緑のところだけは仕方がないから住民を強制的に避難させたけれども、その他のところには住民を捨てるということをやってしまった。この会場に来てくださっている方はご気づきかもしれませんけど、この原子力緊急事態宣言、今でも解除できないものが続いています。新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言は出されては解除されて、また出されて解除されて、全く無能な政府だと思いますけれども、解除してはまたやるというようなことで今日までずっと来ている。本当に困った国だと私は思いますけど、それでもまあしばらくして解除できるという状態になった。多分これから1年2年経てばそれなりにウイルスの感染も収まるんだろうと思っていますけれども、原子力緊急事態宣言は10年経った今も解除できていないんです。国はそのことを人々に知らせないようにマスコミも使って情報を統制してきたために、ほとんどの日本人は今現在も原子力緊急事態宣言が続いているということすら忘れさせられてしまっている、そういう状態になっていると思います。これはゆぐみさとさんというイラストレーターが描いてくれたイラストです。私たちは赤いつぶつぶのイラストと呼んでいます。赤いつぶつぶが放射能を意味しています。今日本政府が作った地図で見ていただいたように、福島県を中心にして広大な大地が放射能で汚れているんです。本当であれば放射線管理区域に指定して人々の立ち入りを禁じる、私のような人間であってもそこに入ったら水すら飲んではいけないという場所にしなければいけない、この放射能で大地が汚れているんです。くどいようですけど私が言ってるんじゃないんです、日本政府が地図を作って言ってる。その場所に子供を含めて捨てられているんですよ。水も飲む、食べ物も食べる、そこで寝る、学校に行く、トイレだってもちろんそこでするというごくごく普通の状態で人々は生きるしかないというそういう状態にさせられてしまっています。私は時々福島に行きますけれども、行くたびに思います。放射能が目に見えればいいのに、目に見えれば注意もできるんです。でも残念ながら放射能は目に見えない、五感に感じられない。そして人々は四六時中恐怖を抱えながら生きるなんてことはできませんから、できれば忘れてしまいたいと思う、見ないで済ませられたいと思ってしまうということで、こういう状態で子供も含めて生活をしていることになってしまって、この汚染これからどうなるかということですけれども、先ほど見ていただいた汚染地図はセシウム137とセシウム134というもう一つの、放射性物質があるんですけど、それを合算した汚染地図を見ていただいたんですが、これはセシウム137だけの汚染地図です。で、なぜ私がそんなところをやったかというと、セシウム134という放射性物質は2年経つと半分に減ってくれるんです。10年経ってますので半分、4分の1、8分の1、16分の1、32分の1というぐらいにセシウム134の方はもう減ってきてているんです。でもセシウム137の方は30年経たないと半分に減ってくれない。
事故から10年経ってますけど、まだ半分にもなってない。実はまだ8割残っている。で、そういう形で30年経って半分、それから30年経つとそのまた半分、4分の1になる。それから30年経つと8分の1になるということになるんですけど、100年経つとちょうど10分の1になる。セシウム137の汚染というのは。そしてこの地図を見ていただきたいんですけど、赤き緑がこれもありますけど、緑のところは600Kと書いてありますが、 K って1000倍という意味です。600Kというのは60万ベクレルという意味です。この緑のところは60万ベクレルから100万ベクレルのセシウム137が事故直後に溜まったと言っているところです。仮にこれが10分の1になったとしても、6万ベクレルから10万ベクレルの汚染がこの緑のところには残る。黄色赤のところはむしろもっと残っているということになるわけです。6万ベクレルから10万ベクレルまで減ってくれたとしても、当然放射線管理区域、人々の立ち入りを禁じなければならないほどの汚染地帯というのが100年経っても残ってしまうんです。私死んでます。多分この会場にいる方、皆さん全員死んでると思う。今生まれた赤ん坊だって多分100年後に生きてる赤ん坊はあんまりいないと思いますけれども、そういう長期間にわたって放射線管理区域にしなければいけない汚染地が残ってしまうということなんです。でも私は原子力研究所大宣言が10年経った今も続いていると皆さんに聞いていただいたわけですが、100年経っても続くんです。この日本という国は、今生きている日本人が全員死んでも放射線管理区域にしなければいけない汚染地を抱えて原子力緊急事態宣言を続けなければならないという、そういう国なんです。日本というこの国、法治国家だと言われています。国民が法律を破ると国家が処罰するというですね、悪い奴は刑務所に引っ張っていって、巷には悪い奴はいないから安全で安心な国だ。日本の国がずっと私たちに向かってそう言ってきた。それなら自分で作った法律を守るのは国の最低限の義務だと私は思います。被爆に関する法律、日本にたくさんありました。例えば一般の人々は1年間に1ミリシーベルト以上の被爆をさせてはいけないという法律がありました。今聞いていただいたように、放射線管理区域から物を持ち出すときには、1平方メートルあたり4万ベクレルを超えて汚れているものは、どんなものでも持ち出してはいけないという法律もありました。でももうダメだということで、この事故を引き起こした最大の犯罪者は私は国だと思う。もちろん東京電力は直接的な犯罪者ですけれども、そういう電力会社を原子力平和利用とか言いながら原子力発電に引きずり込んだのは国なわけですから、最大の犯罪者は私は国だと思っているんですけど、その国は原子力研究事態どころ法律を保護して特別措置法というのを乱発して、事故から10年経った今も人々の被爆を続けさせてしまっているという国です。そして今聞いていただいているように、大地を汚している初犯人、セシウム137ですけれども、それは半減期が30年、100年経っても10分の1にしかならない。100年後も日本という国は原子力緊急事態宣言下にあり続けるという、そういう状態になっています。これほど膨大な被害が出ました。かつて日本は戦争で負けたんです。戦争で負けたけど国敗れて産がありだった。大地があればちゃんと人々は生きていかれるということだったわけですけれども、大地自身がもう失われてしまうということになっているわけですし、たくさんの人々が今苦難のそこに落とされてしまう。こんな被害者がいる、では加害者は誰なのかということをしっかりとやはり考えなければいけないと私は思います。今も
ちょっと聞いていただきましたけれども、日本というこの国では、国が原子力平和利用の夢をばらまいて、原子力損害賠償法とか、電気事業法とか、もうとにかくこんな法律があったと思うほど、原子力を優遇する法律をたくさん作って、電力会社を原子力発電に引き込みました。必ず儲かると言って引き込んだと。その周りには、三菱、日立、東芝など巨大な原子力産業が利益を求めて集まりました。さらにその周りにはゼネコン、中小零細企業、そういうところで会社で働く労働組合、マスコミ、裁判所、学会など、とにかく全てが一体となって原子力村と皆さんが呼ぶような組織を作って原子力を進めてきた。かつての戦争の時の形でよく似てるな。国を中心として一切の反応を許さないというような巨大な権力組織を作ってやってきました。で、彼らは原子力立地刷新でというものを、これも法律を作って、重大事故、仮想事故というような、もうありえないほどの事故をちゃんと考える、だから原発は安全だというようなことを言っていたんですけど、でもそんな事故でもいついかなる時でも原子炉格納容器が壊れないというそういう過程だったよろしいでしょうか。格納容器というのは放射能を外に漏らすのを防ぐための容器です。それが壊れないなら放射能を外に出てこない、だから安全だということになってしまったわけです。格納容器が壊れるような事故はそんなものを想定することが馬鹿げていい、想定不適当だと言って無視してしまうということで原子力を進めてきたということです。その上、東京電力という会社は政府の地震調査研究推進本部というところが大きな津波が来るぞという報告を出したのですけれども、その報告すら無視してしまって結局白熱という事故を起こしたということになりました。そして事故を起こした後、彼らは何て言い出したかというと、想定外だというんです。こんな言い訳って成り立つんですか。でも不思議なことになりたそうです。日本というこの国では、東京電力の会長、副社長、そしてメロウという原子力に関わったトップ3人が、刑事裁判にかけられましたけれども、なんとその判決は彼ら無罪だった、想定外だった、裁判所が言って彼らを免罪するということになりました。もちろん裁判所も原子力村の一員だったわけですから、まあ、なるほどな、そういうことなのだと私は思いましたけれども、何をやっても責任を取らないというそういう人たちが原子力を進めてきたし、これからも進めようとまだしています。原発は絶対安全だと言っていた原子力安全神話というのがあったわけですけれども、それは福島の事故が起きたことで事実として崩れました。でもその事故を起こした責任である国も東京電力も、まあ、いわゆる高学歴エリートという人たちが動かしてきたわけですけれども、誰一人として責任を取りません、取ろうともしません、実際に処罰もされないという状態になっています。彼らは無傷で生き延びました。そして放射能戦地に人々を捨てて、マスコミと教育を支配して被爆しても安全だと今度は言い出しました。原子力安全神話は崩れてしまったけど、今度は被爆安全神話というものを振り書き始めて、本当の日本の法律では1年間で1ミリシーベルト以上の被爆をさせてはいけないとなっていたのに、なんと1年間に20ミリシーベルトまでの被爆は何でもない、子供も浴びていいぞというようなことにしてしまっているそうです。1年間に20ミリシーベルトの被爆というのは、実はかつての私がそうであったように放射能や放射線を取り扱って給料をもらうという、
そういう大人に対してようやく許した資格の限度が1年間に20年しげという基準なんですが、それをもう赤ん坊にも許してしまうというようなことを日本の国はやろうとしています。もう一つごめんなさい、私は彼らは犯罪者だと心底を持っています。ですから、まあ、先ほど原子力村と呼ばれてきたと言いましたけれど、私は福島の事故が起きた後は彼らは原子力マフィアだと、まあ、原子力ギャングという言葉を使ってもいいと思いますけれども、そういう連中がまだ無傷で生き延びてしまう、できることなら彼ら全員は刑務所に入れたいと私は思っています。その原子力マフィア今何をしているかというと、こんなことをやっています。福島県の浜通りと呼んでいる太平洋岸の一帯があるんですけど、そこで福島イノベーションコースト構想など巨大工事が今どんどんやっています。膨大な箱物を建てて、そこでは日立、三菱、東芝などの巨大な原子力産業、福島建設、大林組、熊谷組などゼネコンが巨大な受注を受けて大規模工事を進めています。彼らは原発を建設して運転するときにとにかく大儲けをした。そしてじゃあ事故が起きちゃったらどうなったかというと、除染と称して放射能のゴミを、プレコンバックという袋に入れたわけですけど、それでまた大儲けしました。そして今度は復興というのもとにまた大儲けをするということになる。福島事故は天災ではありません。確かに地震と津波では天災ですけれども、原子力発電所はもちろん人間が作ったわけだし、大事故は起きないなんて言い続けてきちっとした対策を取らなかった、まさに人災です。その加害者である原子力マフィアは今また大規模工事で大儲けをする。被害者たちの苦難は一向に解消されないという状態が今続いているわけです。イノベーションコースト構想の一部に東日本大震災原子力災害伝承館というものが建てられました。何億円だったのか何億円だったのかというか巨大な建物が建てられて、そこで、震災のパネル展示なんかがされている。そしてそこで、説明をする人たち、要するに被害者たちですけれども、震災の説明をするんですけれども、その場所には伝承館の中には被害という言葉も被害者という言葉もありません。一切の記述から排除されている。もちろん加害とか加害者という言葉もありません。ひたすら復興だということをアピールするための場所になっています。伝承館を案内する被害者たちは国や東電を批判することは言ってはいけないと一番初めから釘を刺すという状態です。福島の復興、何のことを言うのかといえば、そこで生きてきた人たちの復興だ。被害者たちの復興でなければならないと私は思いますけれども、残念ながら事実は全く違っている。加害者は自分たちの大儲けのために復興を進めていく、そういう状態になってしまう。その復興の掛け替えのもと、被害者たちがどうなるのか、大変な苦難に陥っているわけです。地図で見ていただいたように、東北地方、関東地方の広大な地域が本当なら放射線管理区域に指定しなければいけないほどの汚染を受けています。風評で汚染しているのではありません。政府が地図を作って示しているように事実として汚染している。そういう場所で生活すれば被爆をします。被爆は必ず単位、まさに実害です。それなのに、先ほどもちょっと聞いていただきましたけど、一度は避難をした人たちに対して国が曲がりなりにも住宅の支援をしていたんです。でも2017年の3月にはもう住宅の支援をしない。福島でみんな生きてるんだ、普通に。お前たち
資源したいなんて言ってるけど、それわがままだ。もう終わりだ。みんな福島に帰れということにして資源を打ち切りました。でもまあ一部の自治体がその後に年間支援を続けてきたんですけど、その支援も2019年3月には全て打ち切られてしまいました。もうみんな汚染地に帰れず、汚染なんて気にしなくてもいいということにしてしまった。まあ、それでも子どもが心配だという親はもちろんいるわけで、いまだに戻れずに避難を続けている人たちも、そういう人たちに対して国や自治体は何をやったかというと、そんなのはわがままだからそれを続けようというなら家賃の2倍を払えと言って被害者を裁判に訴えるというようなことを今国や自治体がやっています。捨てられてしまった人たちもう疲れ果てています。何を言っても国も自治体もしてくれない。もう諦めて汚染地で生きるしかないと、ほとんどの人はそう思っています。そうなればもう仕方がない、自分たちも生きている場所、ふるさとを復興しようと思うのです。皆さんどうでしょう、どう思うでしょう。もし私がそういう立場になったら、私だってそうなるかもしれないと思います。人は四六日中恐怖を抱えては生きられませんから、なんとか忘れを忘れたいと思うし、国の方は積極的に忘れてしまう、仕向けるとか、効果、効果、放射能が見えないという効果にも感じられないという状態になってしまったわけです。今福島ではとにかく復興だと、復興が最優先だということにされてしまって、そのためには福島県産の食べ物もみんなに買ってもらわなきゃいけない、安全だということを PR しようということで、学校給食に福島県産の食品を回すということを今福島県がやっています。そして、福島原発の敷地のごく近くに国道6号線という道路が走っていて、そこを走るのは自転車もバイクもダメだ、車で走るときには窓は必ず閉めて走る、途中で止まってはいけないというほど汚染している国道ですけれども、その国道の清掃作業に学童を動員して、国道6号線はきれいですということをアピールしようとして、私は福島の人たちの苦難、分かるつもりでいます。何を言ってるかと彼らに言われるかもしれないけれども、分かるつもりでいます。でも子供だけは使わないでくれと、私は思っていますけれど、残念ながらそういう状態ではありません。なんとか子どもの被曝を少なくしたい、例えば夏休みに保養に出したいというような親は今でももちろんいるわけですけれども、そんなことは言うな、そんなことを言ったら復興の邪魔だということで避難させられてしまう、避難されてしまう、そういう状態が今福島で起きているのです。一体私たち何をしなければいけないということですけれども、強制避難させられてふるさとを追われた人はもちろんいないです。生活根こそに破壊された。汚染地、放射性管理区域にしなければいけない汚染地に捨てられた人たちだって被害者です。生活や家庭の崩壊を確保で自主的に避難している人だって被害者です。汚染された食べ物は流通ルートに乗って流れていますので、それを食べている皆さん、私も含めた人間だって被害者です。でも、この事故を引き起こした加害者の側は、先ほど聞いていただいたように、誰も責任を取らない。それどころか被害者同士を分断して、対立させて、その上で自分たちは涼しい顔をして原子力をこれからも進めるということをやろうとして、一度は止まった原子力発電所を再稼働させようと彼らはしていますし、なんと新たに原発を作ろうということを安倍さんが親玉になってこれからやるというようなことがついついの一枚に報道されました。本当に許しがたい連中だと私は思います。何をやらなければいけないかと言えば、被害者には多様な苦痛が苦労があるんだと、
それをお互いに認め合って非難し合うのではなくて助け合って加害者と戦おう、それをやるべきだと私は思います。原子力は一体何のために必要なんでしょうか。皆さん何で聞かされてきたでしょうか。例えば無限の未来の無限のエネルギー源が私自身聞かされたしそう思ったというのが一番初めに聞いていただきます。安価に発言できる原発の電気一番安いよ、今の日本人だってそんなこと言ってるわけですけれども、ずっと言ってきました。厳重に審査するので安全だと言われてきました。最近では地球温暖化の防止に役立つ、2050年にはカーボンニュートラルだとか、菅さんが言ったそうですけれども、バカも休み休み言ってほしい。彼は火力発電所をやめて、その代わりに原子力をやればいいという、そういう人なんですね。でも、先ほど初めに聞いていただきましたけど、原子力の燃料であるウランは化石燃料より少ないんです。これだから初めから間違いない。安価だ。なんでそんなことを国が言えてきたかというと、国にとって都合のいいモデルを作ってモデル計算をしたから安価だ。そんなモデル計算ではなくて実際の発電タンクがどうだったのかということを調べると、原子力の発電タンクは火力よりも水力よりも高かった、事実として。おまけに福島の事故が起きました。その収束のための費用を考えればもう途方もなく高いです。その上生み出してしまった核のゴミ、これから10万年100万年何とかしなければいけないなんてことを考えればもう全く話にならないほど原子力は高い。原発は安全だと嘘だった、福島のことも奪われてしまった、地球温暖化に役立つというものも、今日これはきちっと聞いていただけませんけれども、地球温暖化の本当の原因はエネルギーを際限なく浪費してきたというそのことにあるんです。火力を使ったとか原子力なんかいいとかそういうことじゃなくて、エネルギーを浪費する社会というものが地球温暖化を作ったということに気がつかなければいけない。その上100万年に及ぶ核のゴミの管理を考えれば、そのために一体どれだけのエネルギーをかけなければいけないのか、どれだけの二酸化炭素を放出してしまうのか、もう考えるのもバカバカしいほど原発は地球温暖化の防止には役に立ちません。全部がダメだ。安全性も経済性もない原発です。そんな原発なんで生き延びることができたのか、なぜこれからもやると原子力マフィアは言っているのか。福島第一原子力発電所事故の教訓というものを考えてください。皆さん何ですか、福島の事故から得る皆さんの教訓は。私は単純です。原子力発電所は破局的な被害を生じる事実です。だから原子力発電所を即刻破滅しようというのが福島の事故を受けて改めて私が得た教訓。では原子力マフィアの間教訓何だったんでしょうか。どんな悲惨な被害を出しても誰も処罰されない。東京電力も倒産しない、すでに黒字企業です。国が全て支える、 国が金を何十兆円も出すわけですけど、私たちも税金ですよ、言ってみる。でも安倍さんを筆頭とした自民党の政府は、というか東電を支えて潰さないということを、そうなれば彼らはもう怖くない。原子力発電所を再稼働してまた儲ける。仮に次の事故が起きても誰も処罰もされない、会社も潰れない、国が守ってくれるということを福島第一原子力発電所の事故の教訓として彼らは学んだ。これからもどんどん彼らはやろうとすると思います。でももう日本の原子力ダメなんです。
ここに1979から2025年書きました。西暦です。この図は日本というこの国の中で原子力発電所がどのように運転をしてきたか、建設されてきたか、あるいは計画されてきたかというその歴史を書いたものです。日本で一番初めに原子力発電所が動いたのは、先ほどの日本地図に書いたときに東海旅館だと聞いていただきました。1966年です。その時から動き始めて、敦賀美浜が動いて、どん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 動いてきたわけです。でも、もう1970年から1990年代の、前半ぐらいまではうなぎ登りに原発ができてきたわけですけれども、もうそれ以降、もうこれ以上原発作ってもダメだと、電気が余りすぎてるし、これダメだということでもうほとんどできなかった。そして挙句の果てに福島の事故が起きて、今どんどん日本の原発は減っていって、原子力マフィアがこれからどれだけ作ろうとしても、いずれにしてももう安全性も経済性もないんです。次々ともうこれからは減っていくだろうと私は思います。でも原子力も完全に凋落の時代に入りました。でも福島の事故を受けて、世界ではドイツ、韓国、台湾などは自分の選択として原子力をやめようという、そういう方向に舵を切ってる、意識的に舵を切っている。でも日本というこの国はまだまだ金儲けしたいという愚かな選択にしがみつきながら、やっぱりどうにもならないとならないままずるずると自滅していく、私は思います。でも今聞いていただいたように、日本の原子力って1970年の初め頃から1990年の半ばまでに暴走をし続けた、この時代って一体どういう時代だったかというと、私も含めた今のシニア世代というのが社会の中心でガンガン仕事をしていた時代なんです。今のシニア世代こそが日本の原子力の暴走を許した初犯人なんです。そういう人間として私は私たちの手で意識的に原子力をやめるという、そういう方向に持っていきたい、原子力に引導を渡したいと私は思います。最後に原発の終わらせ方ですが、私は一番初めは原子力に夢を持って原子力の前に足を踏み入れたんですけど、1970年から原子力はもうダメだと思いました。そして一刻も早く原子力を廃絶したいと思って、思いつく限りのことを私はやってきたつもりなんです。でも原子力の原子力を終わらせることはできませんでした。原子力マフィアの巨大な力の前では、私の力なんかもう全く意味もないほどのもので終わらせることができなかったです。だからどうやったら終わらせられるのかと聞かれても、正直に言えば私は分からない。私は原子力というのは破局的に危険だと思います。だからもちろん反対です。でも私が原子力というものに反対している根本的な理由はそうではありません。原子力の一番の問題は差別問題。どこに原子力発電所を建てたかという地図を見ていただきましたけれども、あんな不公平で不公正なことを初めからやってはいけないという、そういうことをやってきたという、その問題だと私は思っているわけです。もしそうだとすれば、差別問題というのは皆さんお一人お一人の周りに多分たくさんある。私は愚かにも原子力に夢をかけてしまって、私の人生の最大の誤りだったと思いますけれども、そこに行ってしまったので、私としては原子力をやめさせるための活動をこれからも続けようと思います。それが力にならないということもあるかもしれないけれども、やろうと思います。でも皆さんは、私のように原子力の場に足を踏み入れた人たちってないわけですから、
原子力発電をやめさせるために特別に何かやらなくても私はいいと思う。でも皆さんの周りにもたくさんの差別の問題、公正な問題、不公平な問題、そういうことを一人一人の皆さんがきちっと皆さんの場で取り込んでくださるなら、いつの時代かに世界がずっと住みやすくなっているだろうと私は思いますし、そういう世界を作ることができるなら原子力なんて容易になくなっているはずだと私は思います。本当に原子力どうやってやめさせられるか私には分からないけれど、でも皆さんが一人一人お気づきになって皆さんのできることをしていただけるならやめさせることができると私は希望を持っています。以上で終わりにします。ありがとうございます。4つか5つのテーマになるかと思います。これはこれ1つだけでも、実は何分もというか時間は必要なんですが、これ全部というわけではとてもいかないので、皆さんが一番今日80人くらいなんですが、多いところ2つくらい選んでこれで先生に話をしていただこうと思います。ですいません、勝手ながら僕がこれっていうのもちょっと申し訳ないので手を挙げていただきたいんです。ここ聞きたいっていう、でその一番多いところを小泉先生にお話をしていただこうと、そういうやり方をしたいと思います。本当ならもう朝からずっと時間をかけてお話をしていただくのが一番いいかと思うんですが、ちょっとそれだけにいかないので、ちょっと 2,3 分見ていただけますか。それで、関心、自分としてはこの話を聞きたいというのを、ちょっと、どうしましょうかね、2回ですかね、2回手を挙げていただくということで、何回もありますか、聞きたい。あれ1人、2人、1、2、3、4、少ない。ここです、5人。はい、じゃあ、その次の、12ページの被爆ということ。これは結構ですね。あ、すいません、10ページの汚染水です。あ、これ一番多いですよね。一番あれです。はい、わかりました、いいです。はい、それから次、被爆ということ。はい、それから、もう一つ何でしたっけね、最後の方ですよね、核のゴミ問題。あ、これは一応多いですね。はい、ありがとうございました。じゃあ、小泉先生いいですか、はい、汚染水の問題と核のゴミ問題、汚染水の問題と、もう一つ何でしたっけ、核のゴミでしたっけ、はい、核のゴミの問題ということで、テキストというか、で言うと、何ページでしたっけ、10ページ、はい、すいません、ありがとうございます。じゃあ10ページの汚染水の問題から、お願いをいたします。はい、聞いていただこうと思いますが、両方話そうと思うと4時半で終わりということで、あと40分ぐらいしかなくて、多分かなり端折って聞いていただかなければいけないと思います。時間が問題ないので始めます。まず汚染水問題からいきます。一体な汚染水って何なのかということですけれども、この下の図をまず見ていただきたいのですが、ここは海です。で福島の、敷地の中には先ほど事故直後の写真を見ていただきましたが、タービン建屋という建屋があって、その陸側に原子炉建屋があって、こういう配置になっているんです。で、もともと福島の発電所って海抜30メートルくらいの丘を作ろうとしたんですけれども、膨大な冷却水を発電所の中に引っ込まなければいけないので、30メートルの高台のところまで引っ込むのが大変だということで、どん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 地盤を削っていって低いところに建てた。だから津波でやられてしまったわけですけれども、地下水がどん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 敷
地の下を流れているというそういうところだったのです。で、巨大な地震に襲われて、本来は原子炉建屋というのは放射線関連区域ですから外界と隔絶されていなければいけないはずだったんですけれども、原子炉建屋の地下が破壊されてしまって、道路を流れていた地下水が建屋の中に流れ込んできてしまうというそういう状態になりました。でそれが、まあ、ちょっとここで見てほしいのですけれども、2013年ですね、9月3日、この日付だけちょっとだけ覚えておいてください。まず一番先ほどから聞いていただいたように溶け落ちた炉心があるので、というか水を かけ続けなければいけないということで、毎日400トンの水を、ジャージャーとかけ続けるということをやってきました。でその他に今聞いていただいたように地下水が原子炉建屋の中に流れ込んできてしまう。両方とも1日400トンというものが流れ込んでいる。そうすると800トン分をとにかく組み上げるということをやってきたそうです。でそのうちの400トンはまた原子炉を冷やすために使うということになるわけですけど、地下水として流れ込んでいるこの400トン分はどうにもならないので、とにかくタンクに溜めるということをやってきたわけです。でそれがどんどん事故の2011年から2013年までにもどんどんとにかく溜まってきてしまって、2013年の時点で43万トンも溜まってしまったというそういう状態になっていました。で43万トンですね。でただもう一つ問題なのは、原子炉建屋に流れ込んでくるのは400トン、1日400トンだけれども、その他400トンから600トン分はそのまま敷地の下を通って海へ流れ込んでいるというそういう状態だったのです。でこの2013年9月3日って何の時だったかというと、安倍さんがオリンピックの誘致に行った時だ。2013年9月3日です。で、ブエノスアイレスまで行って福島ってこうアンダーコントロールだと言って東京オリンピックを誘致してきた、まあ、ちょうどその時のが今の先ほど見ていただいたやつで、もうどうにもならないで汚染水がじゃんじゃん増えてきてしまう、アンダーコントロールどころではないというそういう状態だったわけです。でその上問題なのは、敷地の中を原子炉建屋に流れ込んでくるのではなくて、というか敷地のからどんどん海へ勝手に流れていく水が400トンから600トンあったわけです。では福島の敷地は一体どんな状態だったのかというと、2014年10月13日ですが、まあ、ちょっと、もっと後になってから、ね、東京電力が敷地の中の井戸から水を取って測定したことがあったんですけど、そうしたらば、セシウム134という放射性物質が1リットルあたり6万1000個ありました。セシウム137は1リットルあたり19万ベクレルもありました。全データという放射能の測定の仕方があるんですけど、その測定をしたら1リットルあたりなんと780万メクレルもありました。東京電力が敷地の中の井戸です、露天の井戸から取った水、つまり敷地の中にどういう汚染水があるか、海へ流れ込んでいってる、まあ、水なわけですけど、それがどうかということを測ったらどうだったんですね。で皆さんこんな数字を聞いてもピンとこないと思いますが、日本にはもちろん放射能の水を環境に捨てていいときにはこれ以下にしなければいけないという濃度の規制があるんですけれども、その規制値はセシウム134の場合は1リットルあたり60ベクレルなんです。なんと5000倍を超えてる、環境に流していいという濃度の1000倍を超えているものが福島の敷地の地下をどんどん流れている。セシウム137の場合には基準値が90ですから、なんと2000倍を超えている。ゼンベータという測定の方法だと多分ストロンチウム90だと私は思っているのですけれども、基準値は1リットルあたり30メクレルですから、なんと何十万倍というような猛烈な汚染水が福島の敷地の中の露天の井戸から観測される。つまりそれが何の手だても打てないまま海へ堂々と流れていっていた、そういう時だったのです。安倍さんは多分そのことも本当は知っていたはずだと思いますけれども、オリンピックを誘致するということになりました。ではその後どうなったか。2013年で 43.3 万トンあったわけですけれども、今現在どうなっているかというとこうなっています。
東京電力が次々とタンクを作ってきて、なんと今1000基以上巨大なタンクが作ったわけですけれども、その1000基を超えるタンクで138万7500トンは貯められると東京電力が言っています。でそして、処理水、東京電力の方汚染水の中から放射性物質を取り除いたよと一応言っている処理水というのが123万トンある。でそれは別名トリチウム水とも呼ばれています。なんでそう呼ばれるかというと、東京電力がどんなに頑張って汚染水の中から放射性物質を捕まえて水をきれいにしたところで、トリチウムと呼ばれる放射性物質は絶対に取れない。今からそれ聞いていただきますけれども、取れない。でそれが123万トンを超える。でその他にもストロンチウム処理水とか、濃縮廃液 RO 処理水とか、まあ、少しまだあると。でこれ合計すると126万7766トンということで、皆さんもお手元の資料よりちょっと改定して、4月の12日のデータまで新しくしていますけど、まあ、あんまり変わっていないです。もうつまりもうこれ余裕がないんだ。でどん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 今でも毎日何百トンという汚染水が増えてきてしまう。地下水が流れ込んでくる、防ぐことできないわけですから、増えてきてしまう。いずれだから破綻するということになって、国の東京電力はどうぞこの水を流しますということを先日言い出したわけです。でこれが福島の発電所の航空写真なんです。で、ね、ここに1号機、2号機、3号機、4号機と、ごめんなさい、ここに壊れてしまっている図があるんですけど、福島の敷地にはあと2つ原子炉があります。5号機、5号機。でこちら側は地震と津波に襲われたんですけれども、かろうじて非常用の発電機というのは一機だけ生き延びたために保険を打つのに済んだのがこの工房。でこっちは全部溶け落ちてしまった。そして汚染水がどん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 増えてきたわけですが、ここが汚染水のタンク群。もう広大な敷地をほとんど埋め尽くすほどの、タンクが並んでしまって、もうこれ以上は持ちこたえられません。だから海へ流すしかありませんと 国と東電が言っているんです。ただそれには若干のいかさまがあるんです、なぜかというとですね、ここの敷地があるんです。ここは東京電力が7号機8号機を作るために造成した土地で、皆さんのお手元 の地図にはこれない書いてないですけれども、皆さんのお手元にはここまでの地図があって、もう敷地がほとんどいっぱいですという地図の写真があるんですけど、実はこの北側にも東京電力の敷地があるので、もし東京電力がタンクを増設しようと思うのであれば、ここに増設するという選択はありえると私は思います。ただし絶対にそれをやらないというのが私の考え方なんです。そしてトリチウムですけれども、トリチウムというのは別名三重水素と呼ばれています。で水素というのは、H という化学記号であるんですけど、どういう正体かというと、陽子という素粒子1個で原子核ができている、それが水素です。天然には水素の他に重水素と呼ばれている化学記号で D と書く水素があって、でこれは陽子1つに中性子という素粒子がもう1つくっついています。で陽子と中性子はほとんど重さが同じですので、重水素は水素の2倍の重さがあるという、そういう水素です。でトリチウム、三重水素といって D という記号で書くのがあるんですけど、これは陽子が1つに中性子が2つくっついている、つまり普通の水素の3倍重たいというために三重水素という別名で呼ばれているんです。で陽子が1つというものが水素と呼ばれる元素になるわけですけれども、で化学的な挙動は全部一緒です。で水素と重水素は天然にありますが、放射能を持っていません。で三重水素だけは天然には存在していないで放射能を持っている、そういう物質。でトリチウムは陽子1つ中性子2つなんですけど、これが 12.3 年の半減期で、中性子が1個陽子に変わって、ヘリウムという原子核になっている、こ
こういう形の公開をします。この時にベータ線という放射線を出すというのがトリチウムです。そして普通の水と純水と呼ばれる水と、今福島でトリチウム水と呼ばれている水があるんですけど、それぞれこんな形をしています。普通の水というのは、すいません、中学の授業みたいになってしまいますけど、 H2O と書いてある化学式で書くと、酸素の周りに水素が2つくっついている、これが普通の水です。その他、重水素を含む水というのがあって、普通の水素の代わりに重水素が1つくっついて HBO という水もあります、天然に。その他、水素酸素の周りに D が2つくっついて D2O という水をもちろん作ることができて、これが重水素。トリチウム水と今私たちが呼んでいるのは、酸素の周りに水素とトリチウムが1つずつくっついているというのがトリチウム水。でもこれ全部水なんです。酸素の周りに水素が2つくっついたというものは全部水という化学物質で、化学的な挙動は完璧に一緒です。トリチウム水の化学挙動は普通の水と全く同じですから、どんなに頑張って水処理という技術を施して水をきれいにしたところで、トリチウムそのものは水にくっついているので取ることができない。だから120何万トンの、一応東京電力が水処理をしたと、処理をしたと言っている水があるわけですけれども、トリチウム水は水そのものだから取ることができないという、そういうものでタンクの中に溜まってしまった。でそれは放射能を持っていて、ベータ線という放射線を放出してしまう、そういう水なんです。ただ問題は結構複雑、ウランを核分裂させるとトリチウムが必ず生まれる、核分裂生成物の一種として必ずトリチウムが生まれる。福島でこの事故で溶け落ちた燃料は1号機2号機3号機ですけれども、合計で約200個重さでいると、それにトリチウムという、放射性物質も燃料の中にあったわけですから、200トン分の燃料に含まれていたトリチウムが今問題になっている。それは、放射能の量でいうと 3.4 テタベクレルです。ピンとこなくただこの数字だけちょっと覚えておいてください。ではもし福島の事故がなかったとしたら、その溶け落ちてしまった燃料に含まれていたトリチウムはどうなったんでしょうか。もし福島の事故がなければ、日本の原子力政策の下では使用済みの燃料は全て再処理ということを施されることになっていて、事故が起きなければ使用済み燃料は再処理工場に送られるという、そういう計画です。どこかしこらに建てているというのも、そこに送られる。そして再処理というのは何をするかというと、長崎原爆の材料だったプルトニウムというのを取り出すという作業なんです。燃料をドロドロに溶かしてプルトニウムだけを取り出すという作業が最初になんですけど、燃料をドロドロに溶かしたときに、じゃあトリチウムはどうなるかというと、燃料が海へ流されるという、初めからそういう計画だったんです。最初には使用済み燃料を高温の濃硝酸に溶かしてプルトニウムを分離する、長崎原爆の材料を取り出すという作業で、その作業でトリチウムは燃料が 水となって海へ流されるという、そういう計画だったんです。で6カ所に計画されて、まだちゃんと動いてませんけど、その再処理工場がもしちゃんと運転すると、1年間に800トン分の使用済み燃料を処理する計画です。つまり1年間に800トン分の燃料に含まれていたトリチウムは海へ流すという、初めからそういう計画だったんです。日本という国では、たまたま今福島で事故が起きて200トン分の燃料に含まれているトリチウムが、今問題になっているわけですけど、日本の国からすれば毎年800トン分のトリチウムを海へ流すという計画だったんです。その計画で流されるのは毎年18ペタベクレル。今福島で問題になっているのは、どんなに集めても 3.4 ペタベクレルしかない。つまり日本の国からすれば、今福島で問題になっている汚染水に含
含まれているトリチウムなんていうものは何の問題もない、初めから海へ流すしても何でもなかった、1年ごとにその何倍ものものを流すという、そういう計画のもとに原子力を進めてきたという、そういうものです。で、何が問題かというのは今ここに1枚の、私が書いた文章のスライドを見ていただきます。多分皆さんのお手元にあるはずですので、それを読んでいただければいいと思います。今聞いていただいているように、日本が原子力を進める、再処理をして国土量を取り出すという、それがまあ日本の原子力政策の基本なんですけど、それをやろうとするなら、今の福島のトリチウムなんて全く問題にならないし、それをこれからタンクをいくらでも増設して、何十年、何百年と、とにかく放射能を流さないようにしましょうというような選択をしてしまえば、6カ所の再処理工場も全く動かすことができない。つまり日本の原子力が成り立たないということになってしまうわけで、国としてはもう絶対に流す、それを貯めるなんていう選択はありえない、やってしまったら原子力が崩壊してしまうという、そういう非常に本質的な問題が今問題になっていることを皆さんも分かっていただくし、ですから、まあ、非常に悲観的な言い方になりますけれども、日本というこの国、まあ、自由民主党という国が、まあ、政党がずっと続いているわけですけど、彼らが原子力をやってきたという、それをやめるという決断をしない限りは、福島の汚染水は必ず海へ流されます。それ以外の選択は絶対に彼らにとってはありえないということだということを分かっていただきたいと思います。原子力発電所というものを使ってしまう、つまりウランを核分裂させてしまう、まあ、必ず核分裂生成物というものができてしまうわけですね。一体にはどのくらい作ったのかということから、聞いていただきたいと思います。これ1970から2020まで、これ西暦です。1966年から東海原発が動き出したというところから、今日に至るまで日本でどれだけ原子力発電で発電をしたかというのが、この黄色い帯の一番高いところで示して、累積の発電量です、ですね、左側の軸で読むんですけれども、単位は兆キロワットアワーです。ちょっと皆さん聞いてこないかもしれませんが、まあ、とにかく膨大な電気を原子力発電で生み出してきたというのがこの図を示しているところです。でも膨大な電気を作ったということは、膨大なウランを核分裂させたということと一対一でつながっているわけです。じゃあ一体どれだけのウランを核分裂させたのかという、まあ核分裂させて核分裂生成物を作ったのかということは、右側の軸で見てほしいのですが、これは累積核分裂生成物の生成量ですね、120-130というような数字になっていますが、この単位は広島原爆に換算した核分裂生成物の生成量、それも何発ではない、130万発という、よろしいでしょうか。先ほど福島の原発で溶け落ちた原子炉の中には7900発分の核分裂生成物があった、そのうち168発分が大気中に放出されたというような話を聞いていただいたわけですけれども、作ってしまった核分裂生成物は120万発とか130万発とかいうものを作ってしまった。私たちの世代が電気が欲しいよ、豊かに生きたいよと言って原子力を使ったがためにこんなに疲れてしまう。でも例えばセッション137というのは30年経つと半分に減ってくれるので、まあ、少しずつは減ってくれているわけです。でそのことを、補正したのはこの青のところなんですけれども、セッション137として減衰を補正した、それでもまあ80万発もあるということです。で日本人1億2000万人ぐらいしかいないわけです。でその中には原子力マフィアのように原子力を進めた人たちだっているわけだし、子供のように何の責任もない人もいるわけですけれども、全ての日本人とにかくこのゴミに責任を負えということにするなら、約150人で広島原爆1発分の死の灰の責任を取ること、
今日この会議を80年くらい前に先ほど P の主催者の方がおっしゃっていた、つまりこの会場にいる私たちだけで広島原爆に 0.5 発分の死の範囲に責任を取るというくらいのものをすでに作ってしまうということになりました。本当ならどうし何とか消したいと思うわけですね。こんな毒物を何とかしたいとみんなが思った。だから消そうとしたんです、作り出したゴミを。で皆さん中世のヨーロッパの中世の時代に錬金術というのがあったことを思うと思います。例えば、亜鉛を金に変えられないかとか、錫が銀にならないかとか、まあいろいろなことを試してみた、膨大な研究をしました。錬金術は現在のケミストリー化学のほとんどの基礎を築いたというぐらい立派な研究を錬金術がしたんです。でもできない、金は金だし銀は銀だ、亜鉛は亜鉛だし鉄は鉄だし、それを他のものに変えることなんかできないということが錬金術の結論で、錬金術は敗退してしまった。でも実際はできたんです、錬金術。なぜかといえばウランを核分裂させればセシウム、その中の要素だとかいろんな核分裂生成物できる、もう分かってるわけです。でウラン238というウランもあるんですけど、それに中性子を当てればプルトニウムという長崎原爆の材料が作れるということも分かっていたわけです、もうはるか昔。だから中世の時代の錬金術は敗退したけれども、現在の科学を使えば錬金術はできるということが分かった。そうであればゴミ出してしまった核のゴミも消すことができるという期待を私たちは抱きました。なんとかしようとして考えてきた。で人間が原子炉を動かしたのは、1942年が一番初めなんですけれども、その時からこんな核分裂生成物を作ったら大変だからとにかく消したいと言って研究が始まった。すでに78年以上の研究を続けてきました。研究をして科学が進歩すればなんとかなるんじゃないか、いつかはなんとかなるんじゃないかと言って今日まで来た。原子力を進めてきた原子力マフィアもいや、いつかはなんとかできるはずだと思いながらやってきたんですけれども、でも78年以上経った現在もできないのです。猛烈に熱くて高い壁がある、これはもうちょっとやそっとでは解決ができないところに今立ち至ってしまっている。それなら消すことができないなら隔離するしかないということに、一番初めに考えたところです。宇宙処分というのですけれども、ロケットに乗せて宇宙で核のゴミを捨ててくるということを考えました。皆さんできると思いますか。ロケットって時々失敗して怒ってきます。これやっぱしゃべるだろうということで、じゃあどこに隔離する、地球の中で隔離するしかないな、深い海はどうだと考えました。海の底に埋めてしまう。しかしもしこれ失敗したとすると、海は全部地球上つながっている、原子力の恩恵を受けた国だけではなくてその他の国も被害を受けてしまうということで、これはロンドン条約という国際条約で禁止されました。他の場所はない、狭小処分ということを考えました。何かというと南極です。南極というのは地面があって、その上に1000メートル、2000メートルというのは薄い氷が張っているんです。で核のゴミというのは、まあ、福島の場合にはロシアを溶かし起こすほどの熱が出てたわけです。まあ、それほどの熱ではないにしても熱発熱してますので、南極の氷の上に置いてくる。そうすると氷をどん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 溶かして下に沈んでいく。いずれ南極の地面に到達する頃にはその上はまた氷が張って閉じ込めてくれるという、まことに都合のいいことを考えた人たちがいるんです。
でもこれも一体南極って誰のものか、原子力の恩恵を受けた国だけのものじゃない、これから資源の開発が行われるかもしれないし、核のコミュニケーションだったらとんでもない話だということで、南極条約という国際条約で禁止されてしまった。そうなるともうどうしようもない地層処分というものですけれども、地上の施設から深い穴を掘って300メートルから1000メートルっていうんですけど、穴を掘ってその底に横穴を掘ってここに埋めてしまおうと、もうこれ以外の方法はないんだというところに追い込まれてしまって、日本では法律を作ってこうやって埋め捨てにするということをすでに決めているんです。でも核のゴミの中にはテシウム137は半減期30年ですけれども、それよりもっとずっと長い半減期のものも実はあるんです。長い半減期のものといえば、自然にももちろんウランとかトリウムとかに放射性物質があるわけですけれども、カリウム40、トリウム232、ウラン238というような放射性物質が天然にあります。なぜかというと、地球が46億年前に誕生したときに、その時点ではたくさんの放射性物質が地上にあったんです。でもそれがどん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 それぞれの寿命で減っていって、今46億年後に残っているのがカリウム40、トリウム232、ウラン238というような半減期が12億年、140億年、45億年というようなものが天然の放射性物質として残っているのです。そして核分裂性生物の場合には、ここにセシウム137が30年と書いてありますし、ストロンチウム90というまた重要な放射性物質が29年です。でもその他に核分裂性生物でも寿命の長いものがあって、ジルコニウム93は150万年、パラジウム107は650万年、セシウム135は230万年、ヨウ素129に至っては1600万年というような猛烈に長い寿命の核分裂性生物もあるんです。その他、ウランに中性子を当たるとプルトニウムができると言いましたけど、そのような形でできていく私たち放射化性生物と呼んでいるんですけど、そういう放射能もたくさんあって、非常に寿命は長いです。プルトニウム239という長崎に落とされた原爆は、まあ、皆さんも名前聞いたことあると思いますけど、半減期2万4000年です。でもそれどころでは実はないんです。でプツニウム237に至っては214万年もあると。ウラン234だと25万年、ウラン233だって16万年というような長い距離を持っている。半分に減るまでそれだけかかるわけですから、こういう特物が、まあ、まかりなりにも危険が少なくなったと言えるまでになるには、10万年とか100万年やはり取り込めるしかないという、そういうことになってしまっているわけです。そして、じゃあどこに埋めるかという話になるわけですけれども、これは地球という星のですね、成り立ちからというか、ちょっと見にくいんですけど、分かっていただけますかね。ここはユーラシアといってアジア、ヨーロッパです。ここはアフリカです。ここはオセアニア、オーストラリアですね。それから北米があって、こっちに南米があるという、そんな地図なんですけれども、実はそのこの地球というのは、巨大な大陸プレートというものが動いている。地球の表面を漂って動いている。もちろんゆっくり動いているわけですけれども、巨大なプレートというものがゆっくりゆっくり動いているということなんです。でじゃあこの赤いの何かというとですね、地震が起きているところ、地球の上で分かっていただけると思いますけど、地震というのはプレート同士が衝突しているところで起きる。巨大な岩盤が要するに衝突して押し合い消し合いしているところで地震が起きるということ。太平洋をぐるりと囲んだ一帯が地震の巣なわけですし、中国からヨーロッパに抜けるところも一つの巨大な地震地帯です。でもプレートの真ん中ではほとんど地震というのは起きないということが分かっている。で日本という国は埋め捨てにすると、核の国を埋め捨てにすると言っているわけですけれども、日本ってどこだか分かりますか。
日本列島がこうあって小笠原があって、まあ、沖縄はこういうふうからちょっと違うんですけど、日本列島っていうのはフィリピン海プレート、太平洋プレート、北米プレート、ユーラシアプレートという4枚のプレートがもう衝突し合って押し合いへし合いしている、もう地球上の最大の地震発生地帯、もう岩盤はもうバリバリと割られてしまっているという、そういうところだけあって、こんなところに核のゴミをプレステにするなんてことはあまりにも馬鹿げていて到底できないしやってもいけないという、そういうところなんです。それでも日本の国はもうしょうがない、他にも方策がないからプレステにしてしまおうということを決めている国なわけです。で今地球で最も安全な場所を探してという映画が、上映されています、まあ、ファイナーの映画ですので簡単に見ることできないかもしれませんけれども、その映画ではとにかく安全なところに埋めるしかないんだと、こんなプレートが衝突するようなところはもう埋めることができないので、大陸プレートのどっかを探して埋めようと言って、オーストラリアの、パンゲアという、まあ、パンゲア計画というものを作って、オーストラリアのこのところに原発の核の全部を集めて埋め捨てにするのがいいというようなことをテーマにした映画です。そうなると例えば日本の原発のゴミをオーストラリアに運び込んで、あるいは米国のも運び込んでという、まあ、そういうことになってしまうわけで、多分実行はできない私は思います。でもこんなところに埋め捨てにするなんてことはもちろんできないし、やってはいけないことだと私は思います。そして、核のゴミ、使用済み燃料を最初にして出てきた核のゴミが一番、まあ、放射能が強い高レベル放射性廃物と呼ばれるゴミなんですけど、それ以外のゴミもいっぱい出てくるわけですね。例えば今福島で、事故と戦っている人たちの労働者の作業、あるいは工具というものだって放射能で汚れているものですから、それも核のゴミの一つなんです。そういうものはじゃあどうするかというと、今は6カ所の裏に運び込んで地上に作ったコンクリートのプールのようなものの中に投げ入れて蓋をしているという、そういう状態になっています。それはこれから、300年間重りをすると言っているのですけれども、日本で原子力発電が動き始めてからまだ55年しか経っていて、ね、たくさんのいろんな性質の核のゴミをその中で作ってきたんです。で作ってこういう原子力発電を動かしているのは電力会社です。巨大な電力会社ですけれども、その巨大な電力会社は戦後にできたんです。ですからまだ70年の歴史しかありません。もっと言ってしまうと、日本というこの国で電気が使えるようになったのは東京電灯という電力会社ができてからで、まだ135年しか経ってないんです。それより前には日本には電気なかったんです。135年ですよ。暗号を使っていた、あるいはボタンの光、窓の雪だった、たった135年しかない。そこで、まあ、私たちの世代になって原子力発電をどん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 やって、低レベルといっている、まあ、比較的汚染の少ないゴミをどうするかということで、青森県の深庄村に運転していって300年間を無理しますと言っている。でも電力会社は70年の歴史しかないわけですから、300年間保証できる通りがないわけですね。300年後の6カ所村ってどんなになってるかわからない。300年後の東京どうなってると思います？300年前は分かる。300年前は中心蔵の地位の時代です。中心蔵の地位の時代の人たちが300年後の私たちがこんな生活をしているなんて予想できたはずがない。今の私たちが300年後の東京を予想する、300年後の六ヶ所村を予想するなんてことはどうでできないの。それなのに電力会社も日本の国も核のゴミは六ヶ所村で300年間おもりしますと言っているわけですね。でも正確に言うと実は電力会社ではない。電力会社は自分たちの歴史はこういう歴史しかないから、
300年間は責任取れないから国が面倒を見てくれないっていう、だから国が300年間を無理をするって言ってきたわけです。じゃあその国って一体どんな長い歴史があるのかということですけど、日本って明治維新が起きてからなんか文明国になったというようなことを皆さん思ってるんでしょうけど、わずか153年明治維新が起きてから、それまでは市の公所身分制度があって、侍は日本刀を下げていて切り捨て御免で農民を殺してもいいというか、そんな時代だったわけです。わずか153年前、いや帝国という国だったというなら、帝国なんて建国してからまだ245年しか経っていない。いやそうだな、帝国という国は歴史のない国だ、日本という国はすごい国なんだ、例えば邪馬台国という国が日本にはない中国の古文書を見れば出てくるわけですね。そう邪馬台国があって卑弥呼が治めていると書いてある約1800年前に。でもその邪馬台国が日本のどこにあったのかすら分かりません。数年前に馬琴遺跡というのが奈良県で見つかって、あここが卑弥呼がいたところだというのが有力になっていますけれども、でも今でもいや出雲なんだ九州なんだという説がずっと残っていて、邪馬台国がどこにあったかは確定できない1800年の前で、日本にはもっともっと日本という国があるな長い歴史があると言いたがる人たちがいて、私は先ほど西暦という年号で皆さんに話を聞いていただきましたけど、その人たちはいや日本という国は神武天皇が作ったんだと今から2682年ですから、そういう人たちは西暦を使わないで今年は後期2681年だというそういう呼び方をするわけです。しかしどんなに長い歴史が日本にあるといっても2681年、まあ、もっと古い歴史が中国にあると言ったとしてもせいぜい5000年とかそのぐらいしか歴史をたどることができないです。その最後の末裔である私たちの時代に原子力というものを使って膨大な核の国を作って、そのうちの高レベルと言ってるものはとにかくどっかに埋め捨てにすると言ってるわけですが、その埋め捨てにして重りをしなければいけない期間は100万年という、こんなことまともな考え方ですか、もうやめとろうよと私は思う。自分の作った国の重りなんか全くできない、そういうゴミをどん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 作ってしまっていくというそういう状態になってしまっているわけです。で作ってしまったゴミどこにやろうとしているかというと、まあ、いつかはどこかできると思ってやってきたけどできない、そして処分する場所も探したけどもそれもない、しょうがないからどこかに埋め捨てにしようということになっているわけですけど、世界一の地震国日本にそんな安全な場所はありません。でも何とかしなければいけないということで、今北海道の寿都町人口2900人です、あるいは鴨江内村人口800人というところに核のゴミを押し付けようとしている。電気なんてほとんど全く使ったことのない人たちの場所に核のゴミをとにかく押し付ける。東京って1400万人も住んでいて、まあ、皆さんもそのうちの一員だと思いますけど、膨大に電気を使っている場所、そういうところは自分は嫌だと言って他のところを押し付けようとするということをやっているんです。電気の恩恵全く受けていない人たちにゴミだけを押し付ける、そんなことやってはいけないんです。アメリカでももっと言うなら、自分で始末の付け方もわからないようなゴミは作ってはいけない、つまり原子力なんてやってはいけないということに気がつかなければいけないと私は思います。それをやろうとしている日本での組織、ユーゴという組織なんですね。玄関機構と日本では呼んでいて、NUMO と書いてユーゴ、ユーゴと呼んでください、彼らが言っているわけです。ではこのユーゴという NUMO というアルファベットはどこから来たのか
言うと、ここから来ました。ニュークリアウェイスト、マネジメント、オーガニゼーション、オブジャパンというのが、玄関機構の正式な名前なんです。で、このニュークリアの N と U を取って、この NU になります。それから、ウェイストは飛ばしてしまって、次はマネジメントの M を取って、ここに持っていく。で、最後のオーガニゼーションから O を取って、NU で MO をした。そうです。この英語をちゃんと正直に訳すとすると、こうです。ニュークリアは核です。これ以外に訳しようがない。ウェイスト、何かと言えばゴミです。マネジメント、管理、オーガニゼーション、機構。本当だったら核のゴミ管理機構、日本語で呼ばなければいけないものが玄関機構です。はい、と、まあ、通称になっているわけですけれども、正式な名称は、日本が最近になりますけど、正式な名称はこうです。原子力発電環境整備機構というのがニューモの正式名称、日本語の正式名称。よろしいでしょうか。本当は核と呼ばなければいけないものを原子力にしてしまう。これは日本では常套手段なんですけど、核兵器とか核武装とかいう言葉を嫌って、原子力という言葉を使って、あたかも核とは関係がないんだというようなことで、彼らは原子力という、ニュークリアを原子力で訳してしまうということにしたんです。その次が、ウェイスト、核のゴミという、ゴミがどこにもない、入ってない、管理機構もない、なんと環境整備というような言葉を、どこにもないのにこれを入れてきて、原子力発電環境整備機構にしてしまったと、こういうことをやっているんです。私は全く不誠実な人たちだと思います。今日原子力マフィアがあまりにも不誠実だという話を聞いていただいたわけですけれども、その一員である、ニューモという組織も、初めから住民を騙すというような名前で、こういう名前を、ゴミ、あたかもゴミなんて全く関係がないかのような、組織にして、今、核のゴミを地方の小さな自治体、核のゴミなんかに全く責任のない自治体を押し付けようとしているという、そういう動きが続いているということです。もう時間を過ぎてしまいましたので、随分端折って話をしてしまいましたけど、これで終わりにさせていただきます。すみません。本来でしたら、席をですね、学生たちが上でですね、小出さんのお話を聞かせたいというふうに強く思います。ぜひですね、またこういう機会を作らせていただければと思います。コロナが来ればなんですけれども、ところがそれちょっと怖いですよね。平和研究の仲間があります。平和学会というのがあります。広島に平和研究所というのがありまして、でその中でも非常に良心的な研究者に、ジェイコブズ先生という人がいらっしゃるんですね。で彼が繰り返し言っていることは、核戦争は終わってないんですね。で彼が言う意味は、私たちが戦争を次の世代に仕掛けている、し続けている、そのまさにその核のゴミをどんどん作っている状況ですよね。ですから若い世代、学生たち、彼たちはまさに今日ですね、小出先生おっしゃった、我々の世代は犯罪者に近いわけですね。責任を負っているということ、そのことを学生たちから教育を突きつけられるに違いないので、心してですね、勉強していきたいです。今日小出先生が、小出さんが話してくださったことを改めて、噛み締めてまいりたいと思います。皆さんもそうだと思います。この勉強会、勉強する機会を、可能にしてくださった、竹内さん、それから今日遠く来てくださった小出さんに感謝の拍手を皆さんよろしくお願いします。どうぞまた。
ご覧のお金を使ってください。